この動画は低クオリティ低画質でお送りします。吉本さん買っちゃった。かっこいいでしょ。いいでしょこのホイール。高かったんだから大事にしてよ。はい、わかりました。吉本さんにね、おごってもらっちゃったっていうのは嘘なんですけど、見てください。ついに私なんかもう貧乏カスタムじゃなくなってきてる今日この頃なんですが、これ何のホイールでしたっけ？あ、これか。このね、アドバンデーシングの TC4 入れましたよ。すっすごいかっこいいですよね。いやもう念願かなったりっていう感じはするんですけど、ただね、お前レカロ先に入れるんだろうって思ったかもしれないんですけど、実はすごいところから情報が入ってきて入手したっていう感じなので、それはね後ほどお伝えいたしますよ。まずは見ていきましょう、外観からね。上から見るとこのようにちょっと出っ張ってるの分かります？そうなんですよ、車検は通らなそうですね。うん、通んないね。このままじゃ通らないけど、削っちゃえば。え？削っちゃえば。どこ？出っ張ってるところ。え、これ？これ削るんすか？これヤスリ持ってきてやるよ。バリ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 。やれるものならやってみなさいよ。やっていいからやるよ。いや、いいです。口がやっぱ切るわけじゃん。はいはいはい、あ、これ流れで下にシルバーのラインを入れる。あ、ここか。ラインテープをシルバーにするってことですかね。だから黒シルバーで統一されて、はい、まあやらないですけどね。ラインテープ赤のやつもう外しちゃったんですけどね、まあ、これをどうしようかなって今悩んでるんですけど、ただねこれだけでもね結構ダークネスな感じがして、私はね好きなんですよね。異様なオーラを醸し出してるじゃないですか。あのイニシャル D の長里武史の黒の3人みたいな感じでいいなと思っておりますよ。さあ、そしてギアの方もこうやって上から見るとまあちょっと出っ張ってるような感じがしますよね。いいでしょ。どんどん見ていいですよ。どうぞどうぞどうぞ。見るのは無料ですから楽しんでください。外してやる。いいっすよね。こっち側もね皆さんお見せしますよ。なんかね私のちょっと今日は自慢動画みたいになっちゃうんですけども、本当にねいい感じでございますよ。でタイヤの方もこちらミシュランのパイロットスポーツ4の 245/40ZR18 というちょっとね太めのタイヤを履いているんですけど、で中古のタイヤなんですけど山もねだいぶ残ってるんですよ。よっていろんなところまだまだドライブできそうな感じもします。いやー、いいなー、かっこいいなー、すごいかっこいい。40代のおっさんが20代の D さんに、いいでしょう。いや、いいですね、本当に。でもまあ1日だけなんでね、これ1日だけ。はい、あの、貸してるみたいな感じなんで。貸してる。はい。あれ、私が借りたんでしたっけ、これ。知らない人は。そうですね、もうダメですね。ホイールの名前分かんなかったです。 T さんがもともとソニグレの FK につけていたホイールなんですよね。はい、 FK7 を降りることになったので、まあ、せっかくなら竹千代さんに譲ってっていうのがいいのかなって思って、まあ、お金もちゃんと払っていただいて今回は譲りました。そうですね、はい、そうなんですよ。 T さんねFK7 から乗り換えちゃうんですよね。そうなんですよ、本当。その見積もり査定を出してもらった時に、え、それぐらいの値段だったら買いますよ私みたいな、そういう経緯なんですよね。そうですね、はい。Tさんありがとうございます。いや本当、知ってる方にやっぱ、うん、履いていただける方が嬉しいんで、自分的にも。そうですよね、本当ありがとうございます。いえ、こちらこそ。面白いのが、もともと私のつけていた純正ホイールなんですけど、これねだいぶ山が残っていてもったいなかったんですよね、はい、で T さんのお車はもう査定に出しちゃうということなので、せっかくだったら吉本さんの車につけてあげようっていう、そういう感じだったんですよね。で私の車が走行距離でいうと1万キロ弱、吉本さんがもう3万キロ走っていて、だいぶくたびれたタイヤになっちゃったので、はい、なので山ね結構残ってるんです。これ吉本さんのお車で、もともと私がつけていたタイヤなんですよね。だいぶねまだまだ
溝も残っている状態で、でこっちが T さんの車なんですけど、これがもともと吉本さんがつけていたタイヤでございます。やっぱり溝を見ると、ああやっぱりだいぶ減ってるなっていう感じがするので、こっち側につけていただいて、また末永く運転していただきたいなと思っている今日この頃でございます。なので皆さんがウィンウィンの状態になったということなんですよね。いやー良かったですね、本当ね。ここなんですよね、ここのタイヤハウスの隙間が結構空いてるじゃありませんか。ここが気になっちゃって、あーやっぱり車高調入れて、もしくはダウンサス入れて見た目かっこよくしたいななんていう風に思ってしまいます。まあそれはね、まだまだ先の話になってしまいますので、まずはねレカロ入れてからの話になりますね。ただ気になるのがタイヤハウスの隙間と、やっぱり車検時は間違いなく出っ張ってるので通らないでしょうっていう感じでございますね。このミシュランのパイロットスポーツ4、はい、いわゆるミシュランのタイヤ履くの初めてなんですけど、はい、走行で感じた部分とか、なんか良し悪しみたいなのって感じました？そうですね、やっぱあの、はい、お借りはちらになります。はい、あのありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、あの純正の、ええ、あのイーグル F1 と比べると、うん、まあ、若干なんていうんですかね、柔らかい感じはするんですけど、はいはいはい、まあ、それがなんか、乗り心地の面で柔らかいかっていうと、まあ、そこもちょっと微妙なんですけど、うん、まあ、走りの面で言うと、なんていうんですかね、ちょっと もちもちしてるっていうか、はいはいはい、なんか結構ねっとりしたようなハンドリングの感じで、はいはい、まあ、初期は結構クイックな感じなんですけど、途中からなんか粘り出すみたいな。でサイドオールは結構思ったより多分柔らかいと思うんですよね。あ、そうなんですね、はい、グッドイヤーと比べると、はいはいはい、まあ、そういう点で言ったら、うん、グリップはこっちの方が高いのかなとは思いました。自分はちょっと微妙だなっていうところはあったりとかしました、うん、いや全然そういうことは特になくて、ウェットグリップもまあまあ高いし、あ、本当に、はい、雨の日の走行も、あ、もう全然大丈夫そう。普通に走る分にはもう全く気にならないですね。あ、なるほどですね、はい、これからいろんなところに行ってこの水をどんどん減らしていきたいと思いますありがとうございました、本当に楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で次に気になるのが走行面の方になるんですけども、今ちょっと撮ってきましたのでこちらをご覧ください。後方確認、前方確認さえ全部よしっていうか、もうこの時点でめちゃくちゃハンドルが軽い。まあね、あのインプレッション取得とか言っときながら渋滞にはまるっていうのが最高ですよね。そしてここがストレート、さあ離しますよ。さあどうだろうな、でブレーキ食いつくか、おーいいね、さすが。さあ左、そうそう、これ交差点曲がるのはすごく楽になりました。おーいいね。あとは違和感があるかどうか、今小さな道を走っているんですけど、そこまでハンドリングのブレとか違和感は個人的には感じませんね。普通ですよ。黙れ、ごわっぱ、わっとるわ。あー、どうだろう、ちょっとね、やっぱ若干うるさくなったかな。ゴーっていう振動音というか音がダイレクトに伝わってきているような感じもしますよ。あー、結構なんか飛行機の中にいるような感じですね。まあこのようにベラ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 話しながら運転していても、うわーやばいやばいっていうのは全くございませんので、いつも通りなんだろうね、喋りながらドライブも快適にできそうな勢いでございます。なのでアライメントはとりあえずいいかななんて思っちゃうんですよね。いやどうだろう、いや取った方がいいだろうなんて、もちろんねそういう意見もあるかとは思うんですが、そんなにめちゃめちゃ狂ったってわけでもなさそうですからね。もちろんあのホイールは運転中には目視することはできませんけども、やはり変わっているっていうことが頭の中に入っているので、やっぱり何かね気持ち的に違うんですよね。でさらに言いますと、
純正ホイールに対して車外のホイール、今入れたホイールはアドバンのホイールなんですけど、重量が約20キロほど軽くなっているんですよ。よってこのハンドリング操作も軽くなり、非常に快適にドライブできているんじゃないかなと思っております。さらにね、燃費の方もなんか上がりそうな雰囲気もあるんですけど、まあそれは大して変わらないかもしれないな。うわー、この急に入ってくるのやめてほしいな。もうおー、あー、ただね、今車線変更しただけなんですけど、やっぱりこうコーナリングするときに少しね、重たるさはあるかもしれません。タイヤがね、食いついてるなっていうのがハンドルでちょっと実感できるなっていう、そういうイメージですね。さあ交差点右に曲がります。さあ普通に曲がっていくと、おー、いいねいいですよ。おー、いいな。よし、ここちょっと右カーブになります。あ、左カーブになります。ここで食いつきというか、おー、ダイレクトに感じる。そしてこのままちょっと急なブレーキをパワフル、グラグラはない。いいね、最高です。あー、これはね、今後のドライブ、そして竹千代 D が楽しみだ。こうやな、これもあんまり違和感ないな。ぐるっと回したり、あんまりこういうことあんまやっちゃいけないって言われてるんですけど、あ、やば、なんか今ブレーキが変なゴゴゴゴってしたな。やっぱりやっちゃいけないんですよね、この止まった状態で右ハンドル切ったり左に切ったり右に切ったりするとあんまりよろしくないって聞くんですけど。おお、軽軽軽、うおー、いい感じだな。あとは食いつきっすね。ブレーキもよく効く、いいっすね。で曲がるの、ほんと軽いいいね、やっぱこういうところに来ると実感湧くな。うん、細かいこと言うと少し差が若干違和感とかあるかもしれないんですけど、まあでもね、アライメントはまだいいかなと思っております。おやおや、デッドニングの芝さんじゃありませんかいいでしょう、これどう思います？いいね、いいでしょう。ヒーさん、またそうですね、はい、なんか新しい車乗り換えた時に、そうですね、ちょっとまたお願いします。ぜひぜひよろしく。その動画もね、いずれ出しますのでお楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。さあこれから高速走行、さらに高速走行から右カーブ、このコーナリングどうだ。おーおー、すごいあれ結構心なしか食いつくぞ。ハンドルもクイックに曲がっていきました。おー、よかった、すごい。スピードレンジに乗ると、おお、ハンドリングが少し重くなるな。それだけ食いついてるってことか。おお、あー、でもね、これ今手放し状態なんですけど、高速で乗ってると、あー、やっぱ持ってかれるって言えば持ってかれるかもしれないんですけど、本当に誤差でございます。普通に走行してる分にはうわーっていう感じですね。で、一番気になるのがハンドルの重さなんですよ。やっぱり80以上出ますと、やっぱ食いつきがダイレクトに伝わってくるのかな。で、まだね、パイロットスポーツ4はなんかもちもち感があると言われているんですが、んー、どうだろうね。なんか今のところちょっとよくわかんないなっていう状況でございます。ただすごいハンドリングがグッドイヤーの頃と比べたらだいぶ変わってきました。なんかね、すごいガッツリと路面をキャッチしてるなっていう感じがいたします。さらにタイヤの太さも1センチ太くなっておりますので、余計そのように感じるのかなってイメージですね。だとするとこれコーナーリングとかすごい良さそうな気がいたしますよ。アダプティブコントロール、クルーズコントロール的なものをやって、レーンキープもちょっとやっていきます。こんな感じ。おお、ちょっと今こんな感じで手放し状態で緩い左カーブを曲がっている最中でございますが、あー、いいね、しっかり取ってくれる。大丈夫かな。うん、あー、大丈夫そう、大丈夫そう、何にも違和感ないです。さらにハンドルのこのガタ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 っていうブレも、まあもちろんホイールバランス取れてるので大丈夫だとは思うんですが、その他違和感
ね、ハンドルが持ってかれるとかっていうのはないですね。あ、大丈夫大丈夫。あ、高速道路も皆さん大丈夫ですよ。この貧乏カスタムは低クオリティ低画質でお送りいたします。さあ早速ですね、バックランプを交換していきましょう。でまずバックランプどれぐらい明るくなるかっていうのを皆さんにもお見せしたいというか見てもらいたいので、まず純正の明るさをどんなもんかっていうのをちょっと日中なんですけど見てみましょうか。はい、やべえそうなんですよね、私坂道で一足に入れてました。さあバックランプ今ついてる状態なんですけど、このような感じでハロゲンランプ的なものがついてますね。それであまり明るくないという噂でございます。さあこれからですね LED に交換したらどうなるのかお楽しみください。さらにルームランプも一緒につけますので、どうぞ最後までお楽しみください。はい、で使う工具は今回 どの工具を使いますか。ドライバー。ドライバー、うん、ドライバーだけ。ドライバーだけ、はい。で外すところがおそらく2箇所まずあると思うんですけども、これをサクサクっと外していきます。なくしたらやめようかな、うん、終わりました。まだ2個あるせいで1個外して終わりましたってないでしょまあないですね。さあ2つネジが外れまして、こっからがどうやらコツが必要なんですけども、どのような感じで外していく。これをあっちに押す感じ、外側に押す、うん、ガッと。あ、やばい、養生テープ貼ってないよ。あ、傷ついちゃう。あ危ない危ない。竹千代さんだからいいか黙れコアッパー。まあ毎度おなじみ他力本願の竹千代でございますから、今日もですね吉本さんにしっかりとやってもらうという感じでございます。これぐらいお前でもできるだろうと思った方は、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、養生テープの貼り方はですね、テールランプの側面にグワーッと貼っていくような感じでございます。さあそして外側に押し込んで行くみたいな。でカチャッと音が今したと思うんですけど、それで中のクリップ的なものが外れたような感じになるんでしょうか。もう一個ね、ここある。おそらくクリップ的なものは全部で2つ噛んでるっていう感じなんですかね。それで今一生懸命外側の方に吉本さんが押し込んでいただいて、このテールランプを一回外していくっていう流れになりますね。さあどうだろうか、うまくいくのか、そして壊してしまうのか。カチャッとまた音がしましたよ。全集中でね、笑吉本さんの呼吸1の方テール外し、おお外れましたということで、かまさってた部分がおそらくこいつなのかな。そう、この2つがここに入って、この2つがここに入っているという感じですね。これを外側に押し込んで外していくみたいな。さあそして外すバックランプはどの位置になりますでしょうか。下側ですね。下側ですか、はい。上はウインカー。ウインカー。さあ外し方を忘れてしまった吉本さんでございますが意気揚々とね、こんなの簡単にできるよ、やってやるよとは言ってなかったか。言ってない、うん。まあ、どうせ竹千代、どうせ俺にやらせるんだろう、しょうがねえな、今日もやってやるか。ちょっとね笑顔だったんですけどね。つまむんだよね。はい、つまんで左にひねるイメージだったかな。硬い。硬いですね。あ、外れた。あれ、なんで。こちらがですね、純正のバックランプ、これ完全にハロゲン級でございますね。これが外れたという感じになります。あ、そうか、そういうことだ。はい、ガスの漏れか。ん、そうですね。わあ、もうこれね、うちこれゴミ箱じゃないですからね。入った、入りました。これで1回入りましたと。で1回つけてみましょうかね。おお、つきました。ついた、うん、ついたついた。さあ今度ね、あえて向きを逆にして、はい、これでつけてみましょう。あー、つきました。あ、じゃあどっちでもいいんだ。どっちでも大丈夫ですね。ということはおそらく無極性ってやつだからつくのって感じなのかな、多分ですけどね。さあ意外にね、ここにはめ込む時が何気に苦戦する。じゃあ分かったよ、俺これを取ろうとしちゃってたの。あー、なるほどですね、うん、それでこうやって引っ張ってたのよ。あ、そういうことか。回せばいいってことを忘れてた。そうですね、ここの
このやつとカプラとこの下のやつが一体式、カプラを一体式っていうことですね。はめるよ。はい。おお、はめるときは今度逆側に。簡単なんだよ。外すときの勇気が必要。硬いから。硬いからね。ボキッ。勢い任せでやっちゃうと多分大変なことになる。じわ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 で最後思いっきりが大事。はい、なんだこれ歪んでんのか。歪んでく街並みも色あせて、デレデレデレ。なんだその歌。眠かないで今は。見た目の方なんですけども、皆さんどう思います？私個人的にはハロゲン級のしょぼさがなくなって、ああ LED 入ってるなっていう感じがするね。ちょっと近未来型かなみたいな、そんな感じがしますよ。なんで自分で言って笑ってんだよ。もう一つの片側をやっていきたいと思います。まあ思いますっていうか私やんないんですけど。やれ嫌なこったい。養生カスタムもきちんと使い回して最後まで使い切る、これぞ貧乏カスタムの真骨頂ではないでしょうか。養生カスタムって養生テープ養生カスタム。私養生カスタムって言いました。言った。私もテールランプちょっとね外してみたいなとすごい興味持ちましたので、ちょっとねやってみたいと思います。さすがにこのネジはね、竹千代さんだって回せるのね。よっ、お下が取れた。下はもうだって浮いた状態だから。あ、上2個か。そう、ここら辺とここら辺の2箇所だけだから、はい、クリップは、はい、あれどう入ってんでしたっけ。おー、箱へ。危ない危ない。こいつが残る場合もあるし、はい、こっちみたいに残らずこっちについてくる場合もある。あ、なるほど。それは別に気にしなくて平気だから。あ、本当ですか。そのまままた元に戻せば。あ、なるほど。まあ、一番やばいのがこれを紛失してしまうのが一番やばいってことですね。そうそうそう。あとこういうところを養生しないでガーンって傷つけちゃうと、うん、あ、これ怖いところですね。意外に汚れてるこの中。きったねと左に回すと取れます。右でも取れる。よっしゃー。いや右で取れないです。右ロックですからね。そんなのも知らないんですけど。見てこのドヤ顔。え、もう差し込むだけの簡単なお仕事だと思うんですけど。はい、つきました。戻すのもやる。戻すのはいいです。なんだよ。もういいや。終わり。はい。あー、つきました。すげー明るい。なんかね、白の色がねすごく際立っていて、あ、これは夜いいなっていう感じがいたしますよ。さあ完成でございます。はい、ということで次はルームランプ挑戦してみましょう。で今純正の状態がこのような明るさになっております。でこっちはね、こんな感じなんですよ。多分画面上だとはなかなか明るいなとは思うかもしれませんが、実際に見るとねそんなに明るくないんですよね。さあ早速いってみますか。前期の人に怒られるよ。前期の人に。そっか、ハロゲンか。ここがくぼみになってますので、そこでペコって外れるようなイメージなんですけど、さあ外れ、あ、パカッていったね。あ、でね、吉本さんこれ気づきました。何気にここホンダの H なんです。知ってるよ。知ってる知ってる。このドヤ顔。くっそー。せっかく驚かしてやろうと思ったのに。一応このプラスチックレンズが単体で、あー外れました。こっちにもある、うん、あー本当だ。いやこれはねなかなか、あー外れましたね。無事に。気をつけないと。でも折れそうだよねこれ。あー形がほら本当だ。これ折れそうですね。怖いわ。やべやべ。怖いこれ。これがついてるっていう感じ。あれつくの。え、つくのこれ。ちょっとえなんか違くない。なんかあれ。違う。やらかした、やらかしたぞ。あ、でもあー、そっか。あー、つくわね。やらかしなかった。 2つあるじゃないですか。あ、いいのか、1つだからね。アースじゃないの。アースかな。でこっちなんだろうね。じゃこれをだからここにつなぐんだよ、はい、あ、つなげるんですか。うん。えで、これが、はい、ここにビキュって刺さる。これを剥がし、シール剥がして、うん、まあ、純正ランプを外しまして、ここのソケットにつけるみたいな。同じ形だもん。同じ形してます。あ、本当だ、同じ形してる。で、つきました。これテープで止めるってさ、止まんないじゃない、うん、結局ここは平らじゃないんだから。おこうやってこのまま
僕は溜めるしかない。落ちてきます。ここにひっついちゃうよね。わあ、結構眩しいよ。でもこのままやるしかないじゃん。うっそ。3M の意味ないな。確かにね。でしょ。やりようがないもん。入るか。とりあえず。はまったよ。はまった。はまった。点灯です。あ、まあ、まあ、まあ明るいよね。色目が変わってきた。ああ、そうですね。確かに数が増えたし、うん、LED の数増えましたもん、ね、なんかいっぱいいっぱいなんだろうこれ 3M の意味ないですね。ない、はあ、なんだろうな、やっぱ全機構機で違うのかな、やっぱ分かんないけど、そうかもしれないね、平らな部分があるとか。そうですよね。まあいっか、中見てください。後期のやつはこのような感じで、さっきの両面テープが貼り付く平らな面ってないんですよね。ポコッて外れました。でペコって取り付けまして、配線をうまいこと隠しつつ、ほら見てください、これ 3M のね両面テープあるじゃないですか、これがないんですよ、固定するところが、ね、形そのものはね結構マッチしてるんですけどね、うん、やばい、足つりそう。つれえ。足痛い。ここがね痛いです。おお、ついたついたついた。変な音がする。こっちはしないんだけど、これ私個人的にはそんなに気にならないんですけど、繊細な人は多分ねここのグラグラ感がちょっと気になるなっていう感じです、ね、こっちとこっちで違うな、うん、なんか違いますね。なんでこれが綺麗に収まったんだ。そう、右側の方がすごいグラグラ感が半端じゃないですね、うん、じゃあもう一回外しますか。じゃあとりあえずこれで一回突きがつきますね、うん、いやこれこのままで、うん、このままで、はい、ということで、まあとりあえずなんかカシャカシャ音もせず一応つきますので、これでいいことにしましょう。だいぶ明るくなりましたね。あ、まあ、はい、1個より数だね。そうですね、やったぞ、着いたぞ。じゃあ、ありがとうございます。さあ、今度こっちこっち、こっちだよ、こっちこっち、はい、まだお帰りはつらいは言いませんか。あれ微妙っすよね。あー、今度ね、腰がつった。行ってよ、ここか。あー、あ、なんだ、簡単に外れたじゃないですか。なんでこんな簡単なの。で、これがこれなんだ、面白い構造になってるの。なんだそりゃ、なんだこれ、それどうやったんだ。え、これちょっと今オンにしますね。ここにライトがあったらこれがつくっていう感じなのか。で、どうやってつけるんだこれ。てかどうやって外すんだその前に。ホースで外し方がわからない。これは結構苦戦するかも。私たちがイメージしていたランプとは違う作りになっているので、今どうやって外そうかな。この変なボルト、これを外していくような感じかな。まさにボルトオンライト、一応外れましたと。今ね、吉本さんこんな格好でやってるんですよね。首が痛いよ。身長高い方は結構辛いかもしれないですね。じゃあお前身長低いんだからお前やれよって言われた方はね、思った方は、ね、運動運動、グッドボタンお願いします。運動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 、やらないですけど。運動運動運動。やってたまるか、ホトトギス。おお、ほらやっぱり全部外れた。これもこういう電球なんだよね。これ無理なんじゃねえか。物理的に無理かな。ああ、だってこれねえもん。結局これ真ん中はダメっぽいな。カープラーズしたところで結局こいつが取れないとダメだし、うん、はい、これがないから差し込みが、もともと LED でこういう平べったいやつで作られてるやつだから、こいつは無理だろ。どう、私間違えたか。多分前期だったらつくかもしれないな。多分ちょっと構造上難しいという形で我々は判断してしまったので、ここは諦めます。残念。戻すよ。はい、さすがの諦めの悪い竹千代さんも諦めた。諦めましたね。そうそう、これを諦めらんないって言われても俺も困るんだけど。でもし本当につけられたらなんですけど、でも多分ね、形は合ってると思いますよ。ああ、うん、そっか、こういう感じでがっちりつける、うん、そうそう、確かにイメージはより明るそうなイメージはありますけど、
もうね、干渉しちゃうよね、いろんなところでね。ああ、残念だわ。諦めの悪い私はですね、もう一つこの T10 タイプっていうんですかね、こいつをね外して、もともとここについていた LED を利用させました。っていうのもこのグローブボックス見てください。今ここに白いランプついてるじゃないですか。これをこのランプから移植してつけたらついたんですよ。これなかなかいいんじゃないですかね。これ買いました意地でも何かやってやろうと思ってね、たまたまできたんですよね。良かったなと思います。これも何かの参考になればいいなと思います。それではご視聴ありがとう。さらにですね、もう一つの電球も吉本さんのこっちのラゲッジランプのところに移植しました。そしたらね、無事についたんですよ。ただ明るさはそこまでね、明るくはないとは思いますけど、ただまあ見た目が変わっただけでもいいんじゃないかなと思います。こういった流用術ができるっていうのもまたまたね、素晴らしいなっていう感じがします。それではご視聴ありがとう。バックランプなんですけど、こちらの商品を取り付けたんですよ。これなんとアマゾンで1100円、レオライトというらしいんですけども、安いですよね結構ね。なのでもし、興味がある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。でこれがですね、これもアマゾンで、あとシビック FK7 の専用設計って書いてあったんで買いました。でお値段の方が2980円となります。これも安い。これもなかなか安いんですよねだいぶ明るくていいんじゃないですかねっていう感じで。後期型はこっち側のルームランプがねつきませんでしためっちゃ悩みましたけどね、ダメでしたね。諦めの悪い竹千代さんをなんとかしてあげたいけど、今回は無理です。残念でしたはい、ということで、前期乗りの人いたらこれあげますわだって後期つかないもんね。はい、いりますこれ。これも前後期だよ。そうか、後期だはい、ということで、まあとりあえずバックランプとルームランプの一部はつけたということで、だいぶね明るくなったんではないかと思います。まあスタジオ FK7 もかなりこれでね、美化したと思いますので、何かの参考になればいいなと思います。さあ、ゆずもさん、今回もどうもありがとうございまし た。本当に助かりました。いえいえ、はい、それではご視聴ありがとうございました。この純正のシートともお別れなんですよ。もう2年間本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、今日はですね、純正シートのお別れ会と、そしてウェルカムトゥーレカロシートみたいな感じでやっていきたいと思います。でまずですね、この純正シートちょっとねぎらっていきたいと思いますので、一緒にねちょっとだけドライブしましょう。お別れドライブでございます。あとね、これサポートクッション入ってんだったな、そういえば。これ外しちゃおうか。これね、実はですね、もうね先約できてるんですよ。他の人が引き継いでくれるっていうことでね、ちょっとね上げるために一回外しちゃいますね。後方確認、前方確認、さえ全部よーしということで行こう。おお、やっぱサポートクッション外しただけでもだいぶ変わるな。さあ、ドライブをすると言っときながら渋滞にはまってしまった今日この頃でございますが、いやね、サポートクッション外した感じですね、ちょっとやっぱり椅子は硬くなったんですけど、なんかね、なんか意外にしっくりくるなっていう感じもするんですよ。でもちろんアイポジションも少し下がったので、電動シートなのでこれね上にピーとかって移動とかできるんですけど、まあいっか。本当に2年間お疲れ様でございました。ずっとね、私をいやいやサポートしていただいたっていうことなんですけども、いかがですか？今の感想的には。なるほど。なんかね、早くお前のケツから去りてえよ。うんこうんこうるせえんだよ。そう言ってましたけど。で、この純正シートの行く末なんですけど、レカロ入れ替えたら、廃棄しますか？それとも持って帰りますか？って言われたんですけど、持って帰ります。で何かあった時に純正に取り付けるっていう手段もあると思うんですよ。まあ、これはねあまり言いたくはないんですけど、万が一このシビックさんを手放す時がやってきたとしましょう。その時にね、この純正シート廃棄してるとレカロシートごと手放さなきゃいけないっていうリスクもあるので、まあそこを回避するために純正シートは持って帰ります。しかし
この純正シートってめちゃくちゃ重量があるって言われているんですよ。一人でねできるか持ち運びなんてね、できるわけがございません。まあ、ここはね吉本さんにお手伝いいただく、プラス保管場所もですねお家狭いんでないんですよなのでどうするかって言ったら、まあとある場所に保管させていただくみたいな感じになっております。まあ、しばらく冬眠期間が入るっていう感じで、まあいつ目覚めるかはよく分かりませんけども。さあ、そして純正シートさん、今日は最後のラストランということになりますので、もう快適に行きましょうね。といってもなんかほとんど横浜市をぐるぐる回るだけのドライブでございますけども、であとねやっぱり最後なんで、まあ、高級食材を買って一緒に純正シートさんと一緒に食べたいと思っております。さあ、ちょっとしたワインディングというか右コーナー、さあ純正シート、さあホールドしてください、最後のホールド、あー若干してくれました、ありがとう。思えばいろんなところ行きましたね純正シートとは。まあ、納車してからしばらくの間はサポートクッションも入れずに箱根に行ったりですとか、あと三浦半島も行ったかな、いろいろね、まあ、週末ではありますけどもドライブもさせていただきました。でまあやっぱり最初のうちは、あこ結構ホールド感あっていいじゃんなんて思っていたんですけどね、やっぱり慣れなのかな、なんか乗り慣れてくるとちょっとわーっていう風な感じはなったんですけど、いやでもねいい感じでこのねクッションになってるところ、素材もねいい素材入れてるとは思うんですよね。いや本当にお世話になりました。さあね行きましょう。いやなかなか純正シートのいいところなんですけど、やはりパワーシートっていうところですかね。シビック FK7 の後期型に関しては電動パワーシートを採用されておりまして、いろんな細かい調整ができるんですよ。まず前後、これがね細かい設定ができて、アイポジションの上下もパワーシート電動で動いて調整できるんですよ。これがまたねいいなと思いましたよ。であと座面あるじゃないですか、こう椅子のなんつったらいいの、おけつの部分なんですけど、これもこういう風にねできるんですよ。よってなんかね本当に自分に合ったポジショニング設定ができてね、すごくいいなと思うんですよね。調整に関してのデメリットはですね、やっぱり電動ということで遅いんですよね。だからなんかとっさにうわーって前後したい左右したい、いろんな左右じゃない上下したいっていう時はうわーっつって、うわまだかよ遅っ、そういう風にねなっちゃうんですよねまあそこがちょっとねデメリットを感じるなっていう感じはいたします。まあでもね純正シートさんもねなかなかね最後までこんな情弱に乗っけてもらってよかったなって思ってくれたらいいんですけど、どうだろうね、やっぱねずっと乗ってるうちは嫌だなこいつなんて多分思っていたと思うんですよね。ただいざお別れになるっていうことになると寂しいなっていう気持ち思ってくれると思うんですよね。かの私も今ねすごく寂しいなとは思いますよ。今日は2023年2月17日なんですけども、いよいよですね明日がこの入れ替わりっていう形になるので、今日がね最終日、いやーなんか感慨深いものがあるなぁなんて感じがいたしますけども、まあ、皆さんもどうですか。例えば愛着のあるものにあったとしても、やっぱりこれは変えたいなと思って新しいものに入れ替えるじゃないですか。その時にいざ入れ替えるぞって言った時、既存のやつに関してちょっと寂しいなとか名残惜しいなっていう気持ち思ったりしませんか。なんかね今ね私そういう感じなんですよいやだからこのドライブも、まあ、渋滞にはまっていやーっていう感じはするんですけど、渋滞にはまればはまるほど長時間一緒に座ってられるっていう気持ちになりますので、なんとも言えない今日この頃だの、まあ鱗滝左近次もなかなかいいでござるぞ、まあ、かまど炭治郎も純正シートを座ったら多分感動するだろうな初めのうちはね。
純正の一番下に下げてるんですけど、これでもねだいぶ低いなっていう感じはします。ちなみに私の身長は163センチ低めなんですけどね。ただそれでもそんなに違和感なく走れるな。ということはどうしようかな。あのレカロシートの話になるんですが、取り付けするときにアイポジションが7ミリぐらいまで上げることができるそうなんですよ。で純正、まあ、そのままポン付けしたとしたら純正シートよりマイナス2ミリ落ちるって言われてるんですよね。だからとりあえず今純正の一番下のポジションがこんな感じで、自分の目線ではそんなに違和感はないんですけど、ただね上に上げたいときに上げられないからどうしようかな。あのプラス2ミリしておこうかな。だから総合であのお店の人に言うのであれば、あのなんだっけ、そのスペーサーかますのがプラス4ミリでお願いしますって今言おうかなって考えてるんですよ。そしたらねなんかいいのかなと思ってます。でさらにですね、もしそのアイポジションが合わなかったりとかしたら、全然ねあの無料で調整とかしてくれるそうなので、これがありがたいなって思っております。なんかすいませんね、純正シートの前でこんなこと言うのもね、なんだと思いますけどね。もしこっからねピュンって手が出てきたら、多分ね3回ぐらい殴られてんじゃないかなって勢いはあります。いやーやっぱり上だな今。ちょっとね今アイポジションがいろいろとね低いなっていう感じがしてるので、やっぱ上かな。2ミリ上げるとこんな感じかな。6ミリ上げちゃう。6で多分これぐらいになるかな。あでもこれだとねすっごいベストなんだよな。ここら辺だと思うんだ。あった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 。さあここ曲がっていきます。さあここの駐車場でいいのかな。よし入っちゃうよ。さあここでとりあえずテイクアウトで買っていきたいと思います。対向車なし、派手に行くよ。うわ、車が全くいないといいですよね。自由に動ける今日この頃って。うわ狭っ。何これ、こっちじゃない。おお行き過ぎた。おお新幹線が、おおすげえ、皆さん新幹線ですよ。これどうなってんの。こうじゃん。これ坂の途中で曲がんないとダメってやつ、こうやって曲がんないとダメなのかな。うわうわ狭っ。買ってきましたよ。今日はですねちょっと豪勢に行きましょう。純正シートさんの最後のお別れということでね、こうやってお寿司を買ってきました。じゃあいただきましょうか。結構ね今夕日がとっても綺麗なんですよ。ちょっと写真撮ってきたんでこちらね、すごく綺麗でしょ。いいよね。マグロとイカとあとしめサバ、あとで全部で910円でした。あ819円だったかな。割り箸持ってきたのに割り箸がない。はい、あった。行きましょう。純正シートさんに食べさせてあげますね。どうぞ。はい、しめサバも美味しい。マグロも食べます。お、富士山すごい綺麗だね。はい、ということで純正シートさんのお別れ会はこれにて以上とさせていただきます。縁も竹縄でございますね。寂しいございますけども、ただ明日から今度は新しいレカロさんを迎え入れますので、どうぞお楽しみください。次のシーンいきますよ。レカロシートさんでございます。本当ね、本当ありがとうありがとうございます。でも食べちゃうわ。ETC カードが挿入されていません。黙れ、こわっぱ、あったら。さあ、ということでお店を出発して、もうこの瞬間で全然違うのがすごいわかる。すげえ、もうマスクはいいや。すげえ、何が、もう全然違う。うおー、面白いというか、よし、こう。
おお、なんだこれは。すごい。いやもうバッチリだわ。おお、これがレカロ SR7 リミレットじゃなくて、なんだっけ、もう興奮しっぱなし。すっげえ。しかもね、シートポジション、アイポジションももうバッチリですよ。とりあえずはあのね、スペーサーなんですけど 1.1 センチスペーサー入れてちょっと高くしたんですよね、アイポジションなんですが。これが今の時点ではめっちゃベストマッチングしてますよ。いやこれはいい。そしてね、ちょっと今この場で お伝えしますと、これあるじゃないですか、これ分かります、これプシュプシュで、あのランバーサポートというのがね、空気がボーって上がるやつなんですけど、これもね別売りで9900円で売っていたんですよ。だったらもうつけた方がいいじゃないかということでね、オプションで急遽つけさせていただきました。まあ、そうするとね、この辺がモコって上がってくるんでね、めちゃくちゃいいと思うんですよね。さあ行きましょう。おお、もう全然違う、全然違う、ほんと全然違う。いやー、ホールドしてる。いやー、いいわ。あ、いやすごいですよ。おお、あ、これね疲れなさそう、本気で疲れないと思います。わかんないけど、ただあとはちょっと前後のレールの調整をしっかりして自分に合ったポジショニングをしなきゃいけないんですけど、いやーこれはいいぞ、これは全然違う、全然違う。ちょっと下げようかな、こんな感じかな。いいね、 この手動式っていうのがまた懐かしさあって馴染みのある感じでいいんですよ。個人的にはずっと手動式でやっていたので、そっちの方が馴染みがあっていいなと思います。もうちょい前だな、ここかな。こういうところですとか太ももの方もホールドバッチリしてくれてるので、うわーいいな、いいぞいいぞいいぞ。これちょっと左か。さあ曲がります。さあカーブ、おおおお、いいのかな、なんかいいぞ。いやーいや皆さんいいっすよシート。おー、これは買ってよかったなと思います。すげえ、うわー、うん、めちゃくちゃいい、いいっす、ミラーいいっすみたいな感じで。ここが出っ張ってるじゃないですか、これがちょうど運転するときに両手ハンドル持ったときにこうね引っかかるんですよね、こう当たるんですよね。これがねちょっとやっぱ違和感があるなっていうのは確かにあります。まあそれを多分ね一掃してますね、このホールド感と座り心地の良さ。そしてほんのりなんだろうな、ちょっとこうゆったり座れるような感じなんですよ。だからね、あーこれ疲れないかもしれない、本当にいいわ。さあ皆さん、じゃあここね右に曲がりますので、一旦ちょっと曲がりカーブ曲がってみましょう。ただね後ろに今重製シート積んでるので思いっきりは曲がれないんですけど、普通に曲がった感覚はどうか。さあどうだ、あらら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 らあらま、いやたったこれだけですけど、やっぱこういうところのサポートが本当に効いてるので、なんかこうね、無意識にやっぱ純正慣れしてるので体もこういう風にひねっちゃう癖があったんですが、全然しなくて大丈夫ですっていうか、なりませんでした。あーいいわ、しっかりサポートしてるよね。であと純正シートの時はですね、腰がここのリクライニングのところから少しこう浮いてたっていうか隙間ができてたんですけど、今全然隙間ができてる感覚もしませんし、私の腰にシートがちゃんと当たってるっていうのがよくわかります。おーちょっと待った、おー、いや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 、これはめちゃくちゃいいな。おーすごい、ヘッドレストの部分あるじゃないですか、ここがね全然違う、ほんと違う。あのごめんなさいね、純正シートのことディスってばっかなんで申し訳ないんですけど、あのヘッドレストやっぱなんかねちょっとね盛り上がり感があったのかな。だからこう頭をくっつけると若干ね、なんだろう、こうじゃなくて
こうなるような感覚で当たってたんですけど、それが全くなく完全になんかフラットというか少し斜めってる感じがするのかな。うわー、これもいいわ。うお、すっごい楽。いやーいいなー。そしてね、あの YouTube で一番レビューが下手くそと言われている竹町でございますが、なんかが伝わってくればいいな。そうね、ちょっとシートを少し後ろに下げて、でリクライニングを少し直角にすればいいのかな。こんな感じかな。これだとどうだろう。あでもさっきのポジションの方が楽だったかな。うん、これだとな、なんか、ああここか、この差か、この微妙な差が私にとって結構死活問題なのかもしれないな。もうこれはしょうがないですね。シートレールあるあるみたいな。はい、で皆さん行きますよ。これプシュプシュなんですけど、ちょっとここがやりにくいんですけどね。あーでも青になっちゃった。おー、来た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 来ましたよ。おーおーおー、あーこれいいわ。背中腰あたりがもこって盛り上がってきたんで、これかなりいいんじゃないかな。どこまでがやればいいかな。これぐらいでいいか。おー、これはいい、すごい。いや、さらに向上したぞ。あのようこそいらっしゃいましたレカロシートさんということでですね、もう本当に純正シートとはお別れ会ちゃんと済ませまして、レカロシートさんをこういう風にお迎えすることができました。いや最高です。後で吉本さんに自慢しよう。いいね。おいいわ。あ来た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 。あこれ結構強烈に空気入れると、おー来たー。ちょうどね この辺りがねボコって盛り上がるんですよ。こういう風に、これがめちゃくちゃいいや。これ9900円でオプションで売ってるんですけど、これつけた方がいいかもしれないですね。あのもともとついてるモデルもあるんですけど、ほとんどがこれないので、後付けで9900円払う価値あると思いますよ。多分ね、もうすでにレカロとか入れてる人にとっても単品で売ってますから、その場で買ってでひゅこって自分でポン付けもできるはずなので、いやかなりおすすめでございますね。いやいいよいいよ、ほんといいよ。あー OK っす。おっと、ここであれはなんだ、京浜急行か。京急もね色が変わっちゃったからよくわかんないんだよな。いやーいいっすよ警察さん、レカロ最高ですよ。あれ多分入れた方がいいんじゃないですかね。なんか取り締まりとかで追っかけるときにめちゃめちゃスピード出すじゃないですか。そのときにレカロのね本領発揮できるから最高でございますよ。ジャイアンもねびっくりですよ。おい伸びた伸びた、おい伸びた伸びた伸びた。おー危ね、信号が赤になっていく。おー、コーナーリング、ゆっくりのコーナーリングも安定してる。めちゃくちゃいいな。おー、これなんだよな、 G を少し感じたらきっちりとホールドしてくれるっていう感じがするので、めちゃくちゃいいですよ。これね、なんか結構やってるんですけど破裂しないっすよね。あ、やばい、限界値迎えてるかもしれない。おーあー空気がなくなりました。でこれからですね、いろんなところにドライブ行ったりとかすると思いますので、そのゆくゆく先々でいろんなインプレッション、そしていいなとか感情表現できたらいいなと思っております。まあ、答えからするとやはりこういうドライブ好きの方、もしくは山道とか少し走る方にとってはレカロシート、いわゆるフルバケ、セビバケ、まあセビバケですね、入れた方がいいと思いますよ。てか入れる価値がめちゃくちゃあります。それにこのシュプシュプシュするやつもね、あの絶対いいと思いますのでおすすめいたします。あー気持ちいい。まあね、それではご視聴ありがとうございましたと言っておきながら、終わらないのが私の動画でございますので、次のシーンはこちらです。吉本さん自慢してるシーンかな。なんかこの肌触りとか最高でいいな。なんか種類によっては後ろもですね、なんかプラスチック製になったりとかするんですけど、この SR7 はもうオールこの生地なんですよ。すごくね
これがもう触り心地がいいな。そしてプラスコンソールボックスの触り心地とプラスして最高な演出を醸し出してくれてますよ。なんだろう、なんかね、ロードノイズ拾ってるっていう感覚がするのかな。なんか振動が伝わってくるんですよ。なんかすごい伝わってくる。面白いな。しかも、もう段差踏んでも、段差が腰に伝わってきますよ。これ面白いな。でそれで何が悪くなったっていうのは全くないんですよ。むしろなんかね、すごい乗り心地がいいっていうか、座り心地が最高っていう感じがするんですよ。なんだろう、この何とも言えない感じ。ああ全然違うよ奥さん。サザエさん全然違う、全然違う、全然違う。おお、カーブ曲がった時によくわかるわ。全然違う。座ってみます。またね、見てこの自慢げな顔、すごいですよ。みんな映ってないけどね。めちゃくちゃ嬉しいっす。少し乗ってみて感じたのは、やっぱりここのシートのね、長さがちょっと短いんですよね。だからちょっと違和感があるかなっていうのは正直いたしました。身長163センチで私の感想です。で177センチの吉本さんだともう完全に浮いちゃってるので。足長いからね。まあね、そうで、足長い人はスポーツスターっていうタイプの方がいいのかもしれないですね。であとね、ここのホールド感もやっぱりちょっと個人的には少し緩かったなっていう感想は受けました。よって SR6 っていうモデルはもっとキュッと締まってるので、そっちの方が締まるかなっていうイメージはあったんですけど、なんだろうね、なんかここにかませるのがあったらね、かましたいですね。タオル、タオルか、竹千代タオル、竹千代タオル、ビシってるか、バスタオル。バスタオルここにやればいい。あー、じいちゃんの顔だね。あー、行っちゃった。そしてまた乗り逃げだ。乗り逃げしちゃいました。さあレカロシートつけたばっかりで吉本さんに乗り逃げされてしまいました。さあどういう感じで戻ってくるのか、それとも戻ってこないのか、どうなっていく。という感想でございます。揺れないね、体がね。揺れないか、うん、そうなんです。ゆっくりでもなんか、うん、ということでついにレカロシート入れちゃいました。しばらくこれ始まるよ。始まりますね。まあ、しばらくニヤニヤしている動画が続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。こんにちは、竹千代です。この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。今日はですね、視聴者様からいただいたものが実はいくつかあるんですけど、これをシビックさんにつけていこうという企画でございます。でまずですね、これあるじゃないですか。これね、アッキーさんからいただいちゃったんです。ありがとうございます。これスティッチなんですけど、これを車内のダッシュボードの方に貼っていこうかなと思ってるんですよ。であと、これなんだかわかります？見えます？これそう、シビックのエンブレムなんですけど、今一つしか持ってないんですが、後ろのシビックって書いてあるところにね、これをつけようかなと思っております。これは黄緑6号さんからいただいたんですよ。本当にありがとうございます。でさらにイギリスのエンブレムも6号さんからもらって、これ車内にどっかにつけようかなと思ってるんですよ。でまあ それだけだとね、ぶっちゃけすぐ終わっちゃうんですけど、あれどこ行った？あーあーたたた、怒った、危ね。デジタルインナーミラーって皆さんあるじゃないですか。あれの応用でちょっとこれつけてみようかなと思ったんですよね。これね、3000ちょいで買えたんで、ちょっと安く済ませたんで、どうなるか楽しみなんで、今回は作業風景をお楽しみください。よろしくお願いいたします。あれ C どこ行った？あ、 CC はこれか。あれ I さっきついてる？ついてない、ついてないですよね。あれ、あ、いたいたいた、落ちてる。飛んでたんだ。飛んでた、危ねえ。ここにね、あの仮止めしてたんですよ。そんで、あ、いいねいいねって言ってて、そのままパタンって閉めちゃって落っことしちゃったのかな。こちらのスティッチの方から貼っていきましょうかな。この黒い、一応純正でもね、一応スティッチ入ってるというか入ってるけど、ステッチ風に見える、うん、凹凸加工できるかな。
本製品をカットして浮いている糸は爪楊枝などでぐりとねじ込むように糸を裏側に押し出してください、はい、無理。ライターであれだ、ナイロンだ、釣り糸の原理だ。そして吉本さんの指がガビガビです。おお入りました。でこう、はい、なるほど。R のとこに来たら、うん、少しずつ曲げて押さえて曲げて押さえて、こんな感じかな。黙っちゃうねこれね。コーナー2個も抜ければバックミラーから消してやるぜ。いつも消されてます。なんか初回にしてはいい方なんじゃないの、うん、もしかしたらこれ結構 C の121ぐらいあるんじゃないかな。なかなかうまくないですか、うん、まあまあよかった、ありがとうございます。吉本さんでもまあまあって言ってくれたんで、素人にしてはうまくできたんじゃないかなと思いますよ。アッキーさんありがとうございます。はい、お借りはちらになります。さあ続きまして6号さんからいただいた、イギリス貼りますか。イギリス、イギリス行くよ。やっぱ爪が長い人だったらいけんのかな、仕事上ね、うん、長めにしてます。鼻くそほじるためじゃん。違えよ、違うね。シール剥がし剤あったかな。あった、ありました。まだ残ってるか。あ、残ってる、あ、残ってる。なんだ、あるじゃないですか。あのね、うん、俺たまたま入ってただけ。何でも持ってる俺、偉くない。偉いんじゃないですか。何それ、偉くない。言われたよっしゃ、見てください、こんなに綺麗になりましたよ。一生懸命磨きましたからね。誰が。はい、ありがとうございました。やっぱり不器用だ。効率面を考えるとね、こういうのはね、吉本さんに任した方がいいな。あ、座るんですか。座るよ、うん、やっぱほら、私の場合はコンピューターのキーボードを打つ仕事してるので、そっちの方が得意なんですよ。言い訳しないの。こういうのはね、やっぱ昭和の人が一番得意なんですよね。自分だって昭和だろ。なぜかっていうと、ほら昭和の時代ってそういった最先端の技術がなかった時ですから、こういう手作業が多かったんですよ。これ分かりにくいな。アナログってことですね。そうですね、アナログです。アナログだよ。おお。見てください、この顔。何その、ま、真ん中はなんか真ん中はないな。絶対こう左右どっちかね。そうそうそう、ここかな。あ、曲げちゃった、どうしようって。カーナビの画面の真ん中に貼れば。黙れ、こわっぱ。わかったら。貼っちゃった。よし、来た。後ろから見てみよう。よし、貼れた。おお、イギリス、すごい綺麗だぞ。オッケー、これで貼れましたよ。黄緑6号さん、ありがとうございます。よし、じゃあ剥がそう。こら、ブラックメッキのやつもらったの、はい、シービックってやつ、はい、シーが1個どっか行った。紛失してしまいました。申し訳ございませんでした。 C 残して IVI これだけをこのブラックエンブレムにしてみたいと思います。いきますよ。爪がないから行って、爪貸そうか。爪はいらないっす。まあ取れました。なくさないでね。はい、なくさないようにしなきゃね。またそのポケットに入れてどっかやっちゃうな。はい、じゃあやりましょうか。まずはトントントンつって、このこう目立つホコリ系とかをこうやって落としちゃいましょうね。またそうやってホコリすかなくすから。できた。こうです、こんな感じ。いかがでしょうかね。この C をあえて銀色のまんまに残して、真ん中の IVI だけをクローム、あ、黒にしてみました。これでもねいいと思うんですけどね、個人的には。なんか自分らしさ出てないですか。これで少し差別化をしてみようということで、6号さんなくしてしまいごめんなさい。でもこのようにすごくいいカラフルになりましたので、ありがとうございました。で、吉本さんはこれを後ろに設置してもらおうかなと。よし、モニターってねこんな感じ。
これなかなかねすごい軽いんですよ。でモニターのイメージつけなきゃな。そっか、おじさん開けてくれ。あれ台座なくなっちゃった。どこ、何の、あのモニターつける台座落としたよ。どこだっけ、なくなっちゃったなくなっちゃったよ。ていうかその前にここ開けて。え、あ、じゃやっぱりそうか、こっちか。どうしたっけ、後ろのここにあんじゃん。入ってるかな。知ってますよ、よく言うよもう一個、もう一個。あ、そうそう、これこれこれまあ振りなんですけど嘘だねよくそういうこと言えんね。まったくこのじじいはよちゃんと来るよ。すいませんでした、すいませんでした。あ、名もなきだ名もなき言っちゃいいですけどね。クリビューと変わらないもん、変わらないクリビューでいいやと思っちゃいましたおっこいしょ。ジジジジジってなんだっけ。こんな細いドライバーあったかな。え、さあ乗り込んでいく。仮止め、さあ行きますよ。後確認、前方確認、さあ用意しつつ。何遊んでんの。ああ、遊んでんじゃねえよ気持ち的にはね、私はここにつけたいと思ってるんですよ。こんな感じでね。だから これをベースで考えていくとどうなっていくかって感じなんですよね。黒いやつがシガーソケットの方に向かっていて、赤いやつが1個がバックカメラでしょ、でもう一つがモニター側なのかな。まずはこの状態で、これが後ろにぐるって回るから、こっちが助手席側でいけるな。で後ろはそっち通してからじゃないとダメなの、うん、え、そっち通してから、はい、あの映像を見ながら前後位置決めしないと。なるほど、じゃあ、ま、前からやんなきゃダメか。ケツの板、ケツに入れておくと分かるだろ。おらよ、アックス、ほらおらよ、竹千代のケツみたいに。じゃあ吉本さんのね作り方が変なの。違うそういうこと言うのかはあ、作らして。ここに乗っけちゃうとカーナビ外すことある、うん、ないと思いますよ。ダッシュして、ダッシュダッシュ違うだろ、俺のダッシュすんな違うだろ、ダッシュダッシュダッシュ、キックエンドダッシュ、燃えて青春なんちゃらちゃちゃ。いいけどね絶対言うと思った。オレンジに来る。やっぱちょい右左側か。あ、ダメだもうちょいこっちに向けたい。あ、オッケーです、オッケーです。こう、もうこうやってやるとここあんまり。ダダ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 ダ、ははやべ、なんか線が入ってるこれマイクの線この中はスポスポね入りやすいから、かなりいいんだよな。回避ってとキモキモこの今ブラン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 ってなってるやつあるじゃないですか。見えますかね、すみません。これがシガーソケットの方に向かっているので、ちょうどこのピラーの下をこう通して床の方から隠しながらシガーソケットにくっつけておこうかなってイメージなんですよ。でこの黒いやつがバックモニターになりますので、バックカメラか、だから上ピラー上を通して天井からずっと後ろに持っていこうかなと思います。よし、いて、入ったよ、ふみたくん。あ、出てきちゃった。こうラインだな。からこうして後ろの、あ、そこね通るんですよ。はい。よしよしよし。奥に突っ込んで入れる。よし、入った入った入った。よし、隠れた。は
はい、真ん中まで来ました。よし、真ん中まで来たぞ。真ん中まで来たぞ。早くここまで来てよ。ちょ、待ってよ。天井のこれしまわれてるエアバッグ。よし、来たぞ来たぞ。さあ、でもね、結構余ってます。本当だ。だからこれはもう上で束ねちゃえばいいか。まあ吉本さんの作業ですけど。ちゃんと隠してよ、ちゃんと。うん、隠す隠す。ここね、ゆとりがあるところにこいつ入んないかな。入った、入った。あ、入った。まあこんな感じかな。これで発煙筒がバカーンって爆発したら面白いな。この下の方にゆっくりと入れていきまして、床に這いつくばれたけど、ケツ向けてるこっちに。わざとじゃないっすよ。余裕を持ってバカーンってつけたとしたら、こうか。まあここはどうしても、それソケットの二股買ってこないと。そうなんですよね。だから多分この辺まで浮くかな。だからここはとりあえず、うん、コンソール下は結構配線隠ししやすいですね。よし、こんな感じで隠せましたよ。とりあえずここからぐーっとね、下の方を隠して隠して隠して、もうずっとね、この床下のこのカバーの下に配線を隠しまして、まあ、ここはちょっと出ちゃってるんですが、でずっと上の方にバッグも隠して、まあ、ある程度隠せたのかなとは思いますよ。ここはね、もうあのさっきのこれで隠しちゃいます。なんかね、つかなそうな気がするね。本当に？はい。え、これどうやってつけるんだろうな。それ俺一回やってもわかんない。あ、ついた。すっごい汚いけど着いた。とりあえずね、着いてよかった。あ、下がった、下がったと思ったら、あ、吉本さんの変な顔が。うおー、ドライバー頑張ってますね。もっと左にずらしてもらっていいっすよ。もっとずらしてもらっていいっすか。うわー、これ位置調整結構難しいな。あ、そこです。あー、いい感じ、いい感じ。ここで、この位置でお願いします。難しいこと。終わりました。まだだよ、うん、きつくなってきた。あれやってるみたい、イカメラ。あー、さっき散々煽られたから煽り返すかな。まだかな、まだかな。ガッと一回閉めてみましょう。閉めて死角にならないかどうかですね。やっぱね、あー、垂れ下がってるなっていうのはよくわかるけど、ここからこうたわましてこっちに行く。できれば端の方がいいですよね、個人。絶対そういう顔すると思ったよ。絶対あいつ言うと思ったよって絶対予想してる。言うんじゃなかったと思ったんだよ。言って後悔しましたね。カバーしたら見栄え良くなった。おお、ぽいじゃん。あ、ぽいっすね。ぽいっすね。まあ、全然いいじゃないですか。機械的でよかった。よいしょ。さあ、そして点灯式といきますか。じゃあエンジンかけますよ。はいはい、おやすみなさい。エンジンオーン。あ、着いた。だいぶ明るいね、これ。明るいね。うん、白飛びすごいわ。ETC カードを発車します。それはしょうがないな。黙れ、コアッパー。わっとら。まあ、そんなこと。上に上げられます。上ね。はい。あ、いい感じ。これでいい。はい。皆さんどうです、これ。結構もうしっかりと映ってますよね。終了、ありがとうございます。出してくれ。さあ、このままちょっと出発してか。出してくれ。あ、でもいいな。なんかね、すごいこれいいですよ。ちゃんとね、配線隠しもできる範囲でやりましたから。
よかった。難しいけどね、やっぱね。で、後ろの配線、端っこの方が飛び出てるんですが、全然ね、今目視してる限りですと何にも目立たずいいんですよ。このリアウィングを見ながら走行するっていうのがね、映えるというかね、なんかね、非常に浸れるっていうか、自己満足の世界に入り込めてね、個人的にはね、あはかっこいいな。ルミラもう上に上げちゃう。あ、上に上げるといいね。この遮られてたところが遮らなくなるのでめちゃくちゃいいですよ。あ、視界が少し、あ、視界が少し良くなった。これいいわ、もうずっとここで。あ、これ安物の3000の割にはだいぶいいクオリティ発揮してるかな。もう個人的にはこれで十分だななんて思ってしまいます。2万円とか3万円の高価なものになりますと画質がかなり良くなりますので、画質を重視したい方はお値段張ってもいいから買うのもいいと思いますね。あと DIY が得意な人ですと、まあ、配線隠しとかも非常に楽にできるかとは思いますので、まあ、自分で試しにつけてみたいなって思った方はまずですね、その安物を使って、まあ、壊してもいいからっていう勢いでやった方がいいと思いますね。そしたら逆につけてみて、あ、全然安物でもいいじゃないかと思うこともあると思うんですよ。その時はラッキーって思った方がめちゃめちゃいいと思いますよ。ではご視聴ありがとうございました。不審者が車に入ってった。がっつり変わったっていうのはないんですけども、なんか内部的に少し良くなってるのかもしれないっていうのが私個人的なお気持ちでございます。ミニオンくんっていうんですか、この人。全然ね、名前知らなかったですよ。なんかコメントでミニオンくん、ミニオンくんって言ってくださる方たちがいらっしゃったので、あ、この人ミリオンくんって言うんだなってね、勝手ながら思ってしまいました。こんにちは、竹千代です。この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。今日はですね、フロントパイプ入れちゃいます。吉本さんがフロントパイプシーカーのやつ入れてるんですけど、だいぶねフィーリングが上がった、かつ気持ちだけどやっぱり音量が、マフラーの音量が上がったかなって言ってたんですよ。それ聞いてね、なんか知んないですけどね、悔しくなっちゃったんですよね。うわー、自分も入れてよバラーみたいな感じになっちゃったんで、シーカーのフロントパイプを入れてみてどうなったのかみたいな感じをお知らせしたいと思います。よろしくお願いします。さあ皆さん、着きましたよ。実はシーカーのお店ショップにたどり着きました。ここだここだ、いよ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 フロントパイプ入れますよ。さあ皆さん行きましょう。ピッとインなんつってね、すげえ FL とかがたくさん止まっている。これここに止めちゃっていいのかな。はい、ということでですね、取り付け完了いたしました。今ですね、駐車場の方に、持ってきてもらったわけなんですが、ちょっとエンジンかけてみましょうかね。ゴー。あー、音に関してはまあ変わらないですね。特にね、特に変わらないです。 ECC カードが挿入されていません。黙れコアッパー、待ってろ。ちょっと空ばかししちゃおうかな。あ、いや、わかんない、あの気持ちなんですけど、ちょっとね音量が上がったかもしれない。あ、こんなにブーンと音したかな。ちょっとね、つける前吹かすの忘れちゃったんですけど、比較できなくて申し訳ない。ちょっと待ってね。おー、多分何かが変わったような気もします。そしてね、めっちゃ暑いからちょっと開けますね。まずね、ちょっとね、一般道とあと高速道路も走ってみたいと思うんでね、ちょっと皆さん一緒に検証していきましょう。何が変わったのか、この私の顔でご覧ください。最高。お、なんか心なしか低音がなんか響いたな今。どうだろう、ちょっと待ってね。おお、すっごいトラック。いや、出だしなんだろう、なんか気持ち、やっぱ質感が、音質が少し良くなったかな、気のせいかな。とりあえずアイドリングの方はだいぶ安定してるっていう感じですよ。
最高。もう狭いところはもう嫌じゃ。おお、あれ出だしが少しいい感じになったかな。おお、なんだ、いや なんかが違う。なんかすごい気持ち程度なんですけど、なんかね、出だしすごいスムーズにピューンっていったなっていう感じ。シーカーのフロントパイプはですね、確か工賃込みで 52,360 円でした。いやー、それだけでもね、ちょっとお値段は張りますけど、まあね、いいフィーリング見せてくれるといいな。さあ出だし。おお、なんかなんだろう、なんかね、スーって気持ちいくんだよな。ガッコンっていうのがないんだよな。今までは普通に発進してたらちょっとこうもたついてピュっていったようなイメージがあったんですが、これだけでもちょっと違うのかな。ちょっとね、分かんない今日この頃っすね。いいね皆さん音がですけど、変えると1デシベル上がるって言われてるんですけど、体感できるかもしれないな。なんかね、音の、まあ、質なのかな、質感が少し良くなったような気もしないでもないですね。本当劇的に変化しましたよっていうのは今のところはないんですよ。ここなんだよな、この出だしがなんか純正の時と比べるとスーっていくんだよな。なんかそんな感じがする。あー、そして大渋滞。渋滞はどうだ、ストレスフリーになるか。おお、なんだろう、いやー、いいわ。悪いっていう印象はないな。普通以下はまずありません。普通より上っていう感じかな。だからいつもと何か違うなっていう、いやでもなんか変わんないかなっていうのが正直なところなんですよね、今のところは。低速のギアチェンジもって感じ。そんなに体感はないけどな。でもね、なんかいいな。なんかオートマ車のスーっていく感覚に近いな。なんだろう、なんかこう荒々しさが少し改善したかな。おお、慶応井の頭で今 AC オンにします。クーラー入れます。さあクーラー入れた時のもたつき感とかどうだろうな。さあクーラーマックス、気温もマックス、どう？さあ行くぞ。おやおや、何かが少し変化が起きたんじゃありませんでしょうか。これはいいぞ。なんかいつもの感覚でやると、あーでもまだ ガタガタは言うか。さあ普通に走って、おー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 、あれ？なんかエアコンっていうか AC オンにすると少しパワーがダウンしてちょっともたつき感があるじゃないですか。それがね、気持ちなんか ないような気がするな。確かにグワーっていうのはパンチは効かないんですけど、なんだろうな、なんか本当に気持ちいい。で音の方もうっすら聞こえてくるような感じなんで、まあ面白いかなっていう感じですね。さあバスを譲る超優しいドライバー竹千代。おお、エアコンつけててもなんかすごいギアチェンジいいな、スムーズだな、なかなか。おお、うおお、エンブレもいい。なんかね、若干エアコンつけてない時のフィーリングに近づいたっていう感じがしますよ。いやー、今クーラーガンガン、すっごい涼しい。いや、やっぱね、クーラー、エアコンって神ですよね。もう人類にとってはもう神ですわ。
もう他のゴリラの皆さんも多分ね、エアコンだけはもう生きていけないよみたいな、そんな感じですよね。でエアコンつけている時のアイドリングも超安定しています。ああよかった。あのいつものだったら3速に上げた時低速なんですけど、ちょっとねガッコンって言うんですけど、そのねガッコンがなくなったような気がする。ありがたい。おお、レスポンスが少し良くなったかな。ちょっと今アクセルを踏んでます。え、何なんかねグーって少し行きますよ。これは少しいいかもしれない。うおー面白い。なんだろう、なんかがねクソ面白いっす。うおーだギア入れやす。なんだろう、嘘、なんか思った以上になんか少しフィーリングが変わったな。レスポンスがすごく良くなったのかな。なんかねスーってアクセルを踏んだら踏んだまでけスーっていくんですよ。ドッカンじゃなくてスーっていくような感じ、すごくいいわ。でマフラーの音に関しましてはそんなにね変わった感じはしないんですよ。感じはしないんですけど、まあね、フロントパイプ本当につけた直後の動画でございますから、なんだろうね、まあ、焼き付きとかそんなの関係ないのかな。マフラーはなんかちょっとこう焼き付きを待つと、まあ、いい音したりフィーリングが上がるようなって聞いた覚えがあるんで、フロントパイプどうなんですかね。高速どうなんだろうね。なんか高速も高速で面白そうだな。であと最終的には峠道なんですけど、ちょっと今回はごめんなさい、峠が遠すぎていけないんですけど、まあ高速道路とかとりあえずつけてみた直後のフィーリングはこんな感じですよっていうのをねお見せしますよ。てかもう見せてますよ。あで皆さんね、あのフロントパイプって FK7 の場合って直視することがほぼほぼできないんですよ。なのでちょっと動画の最後に純正のフロントパイプお見せしますのでお楽しみください。あとねエンジンルームの中から少し覗くこともできるので、それもお見せして終了っていう感じでしょうかな。まあ、その前に高速道路だね。いやーしかしねカンパチはほんとすごい渋滞のメッカですわ。シーカーさんはですね、東京都杉並区を思いっきりカンパチ通りのど真ん中にあるっていう感じでございますから、時間帯によってはねこのように行きも帰りも渋滞するのでちょっと一苦労するかなっていうのが正直なところですね。あと駐車場がほとんど狭いのでちょっと駐車するのが難しいかなっていう感じなんですよ。でお店の方に行くときはですね、一本普通の大通りというか小さな通りがありまして、その裏に小さな道があるんですよ。で裏道から入線していくっていう感じの方がいいと思います。これやばいな、全然動かないわ。頼む、もう目の前に第三景品の入り口があるんだよ、もう行かせてくれ、頼む、もう流れてくれ、このまま止まらず行ってくれ、ホトトギス、髪の毛、焼肉食いて、わお。あのシーカーから出ましてですね、大体1時間ぐらいかかりました。普通だったら20分ぐらいで行ける距離なんですけども、まあ、およそ3倍かかったってことですね。時刻の方が土曜日の13時1分。カンパチ通り半端じゃありません。フロントパイプを入れてみたっていう動画なのに渋滞にはまって楽しむ。いや、そして叫ぶ今日この頃。あの、正直ね、皆さんもこういう経験あると思うんですけど、一言ですよね。もういいよ渋滞。もうやめて渋滞。あと少し、看板が見えてる、行くぞ、行きたい、もう行きたい、頼む、行かせてくれ、私にレビューをさせてくれ、頼む、赤か、いやー、あの信号ね、行きたい、もう見えてるんですよ、緑色の看板、
あれ左に曲がらなきゃいけないから、あ、ごめんなさい、あの普通に左車線走ってないといけないんですよね。さあこのまま、おっといけるかいけるか、とりあえず、おーしおしおしおし、歩行者の信号がね青だからそのままいけるんですよ。よし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 、ついに皆さんお待たせしました、高速のレビューでございます。とりあえず AC オンの状態で走ってみましょうかね。なんか焦げ臭い。さあ 200m 先左折と書いてある、今日この頃このまま左車線行けば安定でございます。よしこのまま行けるぞ。さあもう右手がですね高速道路の入り口でございますよ。ここが始発点になります。1番多摩川、よし来た、ノンストップ466号線第3京浜。さあ曲がっていく。さあここは結構おつらいカーブ、カーブですけど、さあ加速、 AC4 はさすがにもたつき感というかガタ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 っていうのはないんですけども、ただねそんなに劇的に変わるっていうほどではございません。さあ多摩川、神奈川県ともお別れじゃない、東京ともお別れ。よしここまで来たら AC オフ、オフにしました。さあどうだ、さあ1回減速します。こっからこっから行きますよ。さあ加速、うおー、よし S 字だ。うん、なんだろうな、そんなに劇的にうおーっていうのは正直ないっす、高速は。ただただちょっと今6速、普通に走ってる分ですと、あーなんだろうな、体感的にそう感じないですね。マフラーの音もまあなんだろう、純正の時と比べたらそこまで大差がないな。あーでもちょっと回転数落としていくとマフラーの音がちょっと聞こえてくるかな。ちょっと今5速に落とします。4速は、あ、でもそこそこ聞こえてきますね。さあこっからベタ踏み、うわなんだこれこの回転数のさ、これおかしいでしょ絶対に、やめてほしいよな、ほんと一番嫌いなやつですよ。さあ普通に走った感じ、高速ではそこまでフロントパイプの効果を今のところですけど得ることはなさそうですね。なんかそんなに変わんない。だからやっぱり街乗りとか峠を走ったりとかするシチュエーションにひょっとするとフロントパイプの効果が得られる可能性があるかもしれないですね。ただなんかね、機能性かもしれないですけど、ベタ踏みした時のシフトアップ、あの回転数が無駄に上がるやつ、あれがちょっと勢い増しちゃったかな。すごいよね、ベタ踏みでワーンってやったらなんか 4,5 線までブオーンって上がりましたから、え、ちょっともう一回やってみましょうかね。ベタ踏みで 3,000、 うわー 3,500 でクラッチ踏んだら 4,000 まで上がってきましたわ。何にもしてないですからね本当。なんだろうこれ、皆さんそうっすか。ほらちょっとねなんかオーバーリアクションしてるかもしれない。これはちょっと嫌な点だな。で今5速なんですけど、5速で2500でここでギアチェンジ、うわー3000近くまで上がるわこのなんかおかしいよね、誰が考えたんだろう。確かに燃費とかそういうのを重視してセッティングされてると思うんですけども、これね個人的にすごい嫌いなんですよ。ギアチェンジがやりにくいことこの上なしなんですよね。ちょっと細いところ行こうか。200円でございます。さあ新吉田の方に行っちゃいます。
さあここからねちょっとお車が少しいないところでございますから少し行きますよ。ちょっと細い道、すごいな、気のせいかな。おー、あーでもマフラーのなんか室内で聞くマフラーの音の質がやっぱり若干良くなったかな。まあでも総合的に見ますとそんなにがっつり変わったっていうのはないんですけども、なんか内部的に少し良くなってるのかもしれないっていうのが私個人的なお気持ちでございます。うわ、なんかね質感が少し良くなった感じがするよ。やっぱり抜けが良くなったからかな。グッていくもんね。竹千代峠一瞬で終わるんですけど、そこに行きますよ。さあ青だ、あれあったゴー。ほらシフトアップの回転上がりがちょっとひどくなったような気がする。さあこの信号、あーっとザ K がいる、なんで K がいるんだろう。あのそんなに効果は感じないんですけど、なんか入れたっていうことと、あと達成感ですかね、給排気を完璧にしたっていうことの達成感の方が強いかなっていう感じがいたしますよ、個人的にね。よっしゃー、とりあえず憩いの地に到着ということで、じゃあ純正のフロントパイプをお見せしてお別れいたしましょう。なぜか吉本さんのハッチバックに、ね、積んでるっていうね。こちらがですね純正のフロントパイプですよ。やっぱ純正だけあってこの辺はピカピカ光ってはいませんね。ただねちょっとびっくりしたのが、純正でも蛇腹はついてるんですね。この蛇腹をつけることによって何か効率が上がるなんて昔言われていたんですけど、でガスケット的なものはこれ流用したのかな。パイプの形状というか大きさまでやっぱり細いんですよ。シーカーの方がちょっと太い感じがしました。で実際に持ってみると片手で十分持ち上がるかなっていう感じで、こんな感じです。ようやく私も追いついたかなっていう感じがいたします。本当ね正直悔しかったんだよ。でもねまたね一歩先行かれるんですよね。ここね吉本さんねやるらしいんですよ。これこの動画も上げますからお楽しみくださいね。アンダーカバーがついちゃっていてフロントパイプを見ることができないんですよね、残念。ということでどうするかというと、上から眺めることはねできるんですよ、少しだけですけどね。この辺になんかステンレスっぽいやつがあるじゃないですか、パイプ。これ。これがシーカーのフロントパイプでございます。おー。ここだけでも、あ、入れてるな。いいね。そうなりませんか？視聴者さんのコメントからもらったんですけど、吉本さんのこの車、もう一回紹介してくださいって来たんですよ。なんかね、そのフロントパイプとか、あとはスポーツラインってなんだろう。がちょっと気になるんでちょっともう一回紹介してくださいってね言ってましたよね。だから紹介しますか。はい、うん、次回今度動画作りますのでぜひお楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。こんにちは、竹千代です。この動画を上げていくクオリティ低画質でお送りいたします。はい、今回の動画はですね、なんとサイドマーカーを交換していこうという動画になります。極力詳しく説明していきますよ。さらにもう一人やってくれる人、毎回ですね、はい、さあまず最初にやらなきゃいけないこと、このネジを外します、はい、2箇所ですか。はい、はい、じゃあネジをドライバーで外すんですけど、はい、これ邪魔だよね、タイヤね、うん、だから、はい、まずこれを目いっぱい内側に切ってください。ジャッキアップとかしてタイヤ外した方がいいとかっていうのも、でもこれ切るだけで十分スペースできるから。あ、本当ですか。そっちは大変だからね。まあね、外すの確かにね、めんどくさいし、いいよやって、いやめんどくさいからです。やってくれんしょ、はい、切ってきて、いいですよ、ハンドル切ってください。俺切んのか、そこも俺かい、はい、はい、左に切んないでくださいよ。やんねえよ。使う工具の方なんですが、ドライバーセットとあとこのねクリップ外しみたいのを使っていくって算段ですね。これ使うときまた説明いたしますね。さあドライバーの方のネジを緩んでいきます。
2箇所止まっておりますので、ゆっくり外していきましょう。こんな長いネジ入ってる、どれぐらい長いですか。半分でよくね。結構長いっす ね、 ね、あ、結構錆びてるもんだな。あ、さあネジが外れました。内張りを剥がします。はい、じゃあ内張りをベラ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 剥がしていきます。これはまあ手でも一応剥がそうと思えば剥がせるような勢いはありますけども、ここにクリップがある、はい、この奥にクリップあるんですか。白いやつ、うん、はい、あれをグッと押して、はい、このロックを外してこれを取る。じゃあお願いします。終わりました。まだでしょ、まだ押してもいない、押してもいないね。さあいけるか、いけるか、できるのか、この人間の手がどこまで行くのか。ここで、これね、おお、外れた。ほら、お、外れた。あら、あ、ここが、はい、こう三角になってて、はい、でこの四角の中に入ると、はい、これがガチャってなる。あ、それをこっち側から押して、はい、こうへこますとこっから抜ける。はいはい、単純なんだ。なるほど、ちょっと上から見たら分かりやすいかもしれない、うん、このような形状になっていて、あそこに入る、入って穴に入って、はい、三角がビッてなるから、はい、止まってるっていう感じですね。ちょ、もう一回つけてもらっていいですか。外したばっかりなのに。これを外すのか、はい、カプラー、あ、カプラーを今度は外していくっていう感じですね。これ。ああ、これで多分、あ、はい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 、ああ なるほど、意外に簡単でしたね。簡単だけどさ、すぐ分かんないじゃん。分かんない分かんない、うん、こういう感じですから、奥の方に、まあ、爪というかレバーみたいのがありますので押し込んでいくと外れます。こら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 、捨てない捨てない、いらない、捨てない、いや、いらないけど、いるけど、いらないけど、いる。スモークレンズを持ってきてるんですけど、そのままつけそうなんですよね。つけないでしょ、入ってないんだから。ああ、ちゃんと覚えてた。前にね、フォグランプでやらかしてるからね。うるさい。回んねえの、これ回んない。結構かった、あ、かまった、逆だった。ほら、やらかした。回してる方が逆だったと思うんですか。さあ、ここで問題なのが、今回買ったやつって結構安物だったので、このソケットがしっかり合うかどうかっていうところなんですよね。でもししっかり合えば、まあ、私が買ったやつ後で共有いたしますが、色どっちか選べんの。そう、アンバーか白かって、これ付属品で LED がついてまして、でこれがね、なんか評価によると結構つかないとか、うん、そういうのもあったんで、一回ちょっと試してみないことにはわからない。引っ張るだけか。そうだ、引っ張るだけです。ハロゲンランプがついているような感じですね。ついた、とりあえずつきましたね。はい、カチャってつきましたね。じゃあ一回点灯してみましょう。はい、走って走って。なんで俺を走らおー、ついたついたついた。点灯チェックは大丈夫そうでございます。で一回消してもらっていいですか。で、念のためですね、白い方もちょっと点灯チェックしてみたいと思いますよ。いきますよ。無事に白の方もつくことができました。ありがとうございます。ここに四角の穴があると思うんですが、ここの爪の部分がブスッと入っていくような感じだ。おそらくつけるときはこっちの爪側を先に入れた後にロックみたいなものがありまして、これをブスッと刺してガシャンってやるということで、ブスッとガシャン、ブスッとガシャン入れる。はい、じゃあカプラーを、そうだねそうだね。一回カプラーを外して、まずですね、スモークレンズの方に LED を差し込んでいきましょう。で、差し込むときは一回ブスッて刺して、あ、結構硬いな。そう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 、ここにね、ちょうどあの、あ、これか、この、そうですね、突起物をまず中に合わせてくるって少し回すイメージですね。ああ、そういうこと、ね、そういうこと、すごいね、当たってんだ、うん、危険ですね。なので、 LED でやめて、はい、こっちのままにしとく。そうですね、純正でいきましょう、うん、これはやばいっすね。そりゃ入らないですよみたいな。こうやってやったらここに当たってんだもん、うん。皆さんお見せしときますね。多分ね、長さがね、こんなんなんですよ。
これは多分入らないでしょうみたいな感じですね。長すぎる、ね、長すぎる、うん、だから付属品のやつはちょっと使えないっていう感じです。これで一回つけてみて、つけられるかどうか。はい、回った。普通に回る。回った。やっぱ長さですね。そうだ、当たってて、はい、じゃあこっちも長いよね。そうだ、白もオレンジも全く一緒の長さ。ああそうだね。うん、ダメだね。あ、でもギリこっちはもしかしたらハマるのかね。ワンチャン、ちょっとやってみますか。はい、頼む、回れ、いけ、回る。ああ回った。ほら気持ちだ、ほんと気持ちいい。気持ちだね。なので一回このまんま白をつけてみて、でその後純正のオレンジに戻してどっちがいいかっていうのを試してみますね。さあ、そしてね、お前自分の車なのに自分で点灯しろよとかね思った方、ぜひいいねお願いいたします。個人的にはこの白でも結構かっこいいなっていう感じするけど、この一点集中だね。嫌だね、それポチ目玉みたいだね。あのガンダム、あっちと比べてみたら純正のレンズの方。ああそうです、はい、じゃあ今こっちスモークレンズでございます。で純正のレンズの方はこんな感じ。映像で見る限りですとそんなに違いはございませんね。まあでも、はい、純正のオレンジの方が良くない？なんかそっちの方がいいな。よし決めた、私は純正のオレンジはそのまま利用いたします。このね付属品のやつなんですけど、めっちゃめちゃね熱持つって熱いんすよ。熱いんですけど、今ね今ここのおじさんがあっちあっちって言ったんですが、これで熱いよ熱いよ。あっちあっち、こんなに熱いんだ。熱、めちゃくちゃ熱いです。だからなんか LED ってあんまり熱を持たないイメージがあったんですが、こっちもね同じような熱量でございますから。こっちは触れたよ。こっちなんとか触れた、うん、外せたもすぐ。これ無理、これ無理無理、今外せないよ。熱いってもう冷めた。あ大丈夫大丈夫、もう冷めた冷めた冷めた。超熱が持ちますので、これはお気をつけください。でわしぜどっちにするの？オレンジ。オレンジ、オレンジ純正で、純正です、はい。まずは奥側の爪を刺しまして、であとはボポン付けで、せーのガシャンつってねつきました。簡単っすね。あ、内張りはあれですか、そこのネジ止めされていたところにかまして、うんうん、このバンパーの裏側に、はい、なるほど、はい、で、ね、あ、それで固定するって感じですね、はい。じゃああっち竹千代さん自分でできるの？やりましょうか、頑張れ竹千代チャレンジ。どうせ途中で投げちゃうでしょ。投げない投げない、最後までやるよ。クリップ外れないっすよ、しまんさん。やってください。さあ未来予測をしておりますが、結果はこちら。さあ反対やります。よいしょ。竹千代さんがね自分でやるっていうから、ちょっと待って。これタイヤをハンドルを切ってスペースを確保する。正解。やった。よいしょ。はい、オッケー。この2箇所ですかね。これを外していきますよ。で外すときは、まあ、結構硬いイメージはあるんですが、このバンパーのところはそんなに右側は硬くはないですね。だからシュルッと多分片手でも、うん、片手でもね曲がりましたよ。よし、今回は別に片手でも両手でもいいんだけどさ、回すのは今回はいける。で、ここの内張りそうを剥がすみたいな感じなんですが、内張り剥がしで、はい、その隙間に突っ込んで、これ奥側に、そうそうそう、隙間あるでしょ、奥に、奥こっちの方がいいのかな。ここ？そうそうそう。ここ？うん。はい、開くでしょ、グーって。なんか開くような開かない。あ、逆逆逆。お、そんなにやんなくても。そうっすか。うん。俺？逆だよ。逆？うん。こう。そう、逆、レバー逆。こう。うん。こうなっちゃいますけど。それ入れて。はい。
あのウインカーの方に上に、はい、それで奥に押す少し。よいしょ。あれどうした？行かないね。あれ内側し。あれさっき吉本さん簡単にやってましたよね。だって簡単だもん。そこは隙間ないじゃん。うん、そっちグーってやりながら手で開いて手が入るようになったら引っ張る。そう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 。こうすか。はい、できた。あれもうそんなさなくていいよ。こんなぐらい？うん、そんなもんですよ。はい。それ覗いてでしょ。うん、白いの、はい。さっきの。これね、うん。そいつをグイッと押しながら外す。なるほど。グイッと押すときはこれでもいける。それでいける。これでいける？こっちがこういうのがいいかな。グイッと押して。うん、グーッと。ほんと強く。うん、根元を。根元を強く。うん、押しながら引く。わ、結構力いるんですね。うん、そこ。ああ、いた。ああ、いったぞ。そしたらもう外れたって感じ。で、外すときにガッてやったらカプラー壊しそうですね。配線バチっていきそうかな。そこら辺はね。はい。で、ここか。はい。うわ、なんかすごい水が溜まってる。で、これ外す。はい、そう。ここか。あー、できた。できた。これで外すことができました、はい、で、次これか、うん、これを外れた。あれもう一個、どこ捨てました？捨ててないよ。本当にもう一個が、あ、隠してんの。隠してない。風ペントチェックは大丈夫か。もともとついてたやつですからね。そしたら武器があるんだよね、うん、こうだからこうならなきゃいけない。最終的にこうか、うん、そうそうそう。だからこうなるのかな。そうです。で、スッと、あれ入んね。あれ、勝手。そんな硬くないはずだ。あれ曲がんないよ。回んない。そんなわけないよ。え、なにこれ。ちょっと待ってくださいね。差し込みの、あ、ん、ロックがかかってるみたいな。なんだね、なんかしっかり固まっちゃってますよね。さあ今はね、めちゃめちゃ悩んでるお時間、悩みタイムみたいな。片っぽが入って片っぽが入らないっていうのもさ、ちょっとね、うん、ちょっと日陰行きますか。あっち、あっち行く。でも少し行ってる。少し行ってる、うん、ってことはやっぱり微妙にこれが熱いってことかもしれないね。こっちに比べて。ですよね。ほんの何ミリだと。うわ、じゃあここ削ってかないとダメって感じかな。大変だなこれ。あ、こういう中華品っておそらく個体差が出そうな雰囲気がありますよ。私の場合はまあいわゆるハズレを引いたかもしれないですね。よっしゃ、ハズレを引いて嬉しいことでもございますし、Amazon で買うときは気をつけてくださいみたいな、そういう教訓もできますよ。まあちなみに Amazon で買ったんですけどね。入ったよ。これで怖いのが、まあ大丈夫だと思うんですけど、水漏れ？それはゴムパッキンがあるから大丈夫そうですかね。パッキン面は削ってないから、こっち削ってるから、はい、うん、それは大丈夫だと思う、はい、多分ね、うん、まあ、汗が出たら出たら交換すればいいかなと思ってます。シーリングはでもしておるもんね、うん、はい、お疲れ様です。あ、ちょっともう一回開けてもらっていいですか。ちょっと吉本さん、削ったところ教えてもらっていいですか。この中側、はい、中側ね、うん、全部
全部内側を削った。要はこの爪の厚みが多かった、はい、多かったから、はい、こうやって削ってって、あーで少し厚みを減らして、思いっきり押し込んだけど、はい、まだまだちょっと足りないから、こっちも少しずつ削れてね、こっちしようかな。あー、なるほどですね。そしたら気になるのが、例えば純正に戻した場合どうなるかってことですよね。ただ爪はこう抜けないだけでギュッて締まるから、多分じゃあ純正に戻した場合グッと入りますね、うんうん、ああ大丈夫そうですね、うん、いい音、いい音しますね。チャイナ逆だ、ホンダこっちに回した今チャイナ、うん、結構グッていくんだねこれ、うん、まっすぐなって、ありました、ありがとうございます。いやー疲れたよし入った、あとりあえず入った、ああ外れた、入ってないじゃん、入ってないじゃん、さっきね、さっきね入ってたんですよ。カチって言ってないんじゃないの、カチって入って最後の最後でカチってやるとね、バンパー擦れそうな気がしてね、なかなか難しい今日この頃。よっ、お入ったかな、入ってで、まずは点灯チェックという感じで、さあついたかな、ついてない、ついてないよ、こっちか、あれつかない、入ってないの、ちゃんとちゃんと入ってます、今度はつかないなんで、ちょっとタイムショック、あれちょっと反対ついてるかな、反対はついてる、もうやめて、なんでつかないの、これ外すの、買ってこれ入ってますよね、ちゃんと、うん、カチッて言ってるの、うん、電球が切れた、うそ、切れてる様子はないとは思うんですけど、うん、え、これ、これいっちゃった、線切れてないね、うん、引っ張ってないもんね、引っ張ってないはず、うん、え、ちょっと待って、うわぁ、今度純正品が何か起きてる、よいしょ、いきますよ、ついた、玉切れだ、え、玉切れ起こしてんのこれ、もう一回やってみたら、今ふうってやったからゴミがもしかして、ああ、これでもつかないんだったら玉切れだ、だよね、わし、ぜ、玉切れが、玉切れだな、はい、今つけたんですけどつけないですね、玉切れでした、ここら辺は問題です、はい、よかった、玉買いに行くか、うわー、玉買いに行きましょうか、色あってね、はい、はい、ということで玉切れ起こしてたんでこっちに入らないからね、いやオレンジにしたい、オレンジがいいな、オレンジがいい、よし買いに行こう、買いに行こう、よし買いに行きましょう、買ってきました、買ってきたの、はい、これ LED のやつがねちょうど990円で売ってたから、もうせっかくだからこれ買おうと思って、あら買っちゃったっす、あっちどうすんの、付け替えますよ付け替え、あっちは吉本さんのやつだからね、なんで片側一個ずつ仲良くやりましょう、さあ、ね、今吉本さんがねあのカメラマンやってくれてるんで、かなり低クオリティだと思うんですが、なんてことまあそれは間違ってないじゃあまず早速つけちゃいますね、ポチッと、あら、はまんね、え、うわー、やめてよ、向き合ってるの、向き合ってる、なんでハマんない、ちょっと待って、あ、やばいえ、どういうことここが太すぎて入らないそんなのあんのなあ、やっちゃった、ダメ元で少し削ってみるか、うわー、やる、結構奥まで削らないとダメですよこれ、ここでもうアウト、ほら、はい、アウト電球とどんぐらい違うの、なんかそうでもない気がする、うーん、ちょっとこの辺ちょっと、でも
そん、うん、この辺ちょっとじゃないのかもしれないですね。丸ごとで削ってるか、やってみます。もうどうせ使えないんだから。こうなですね、破れかぶれだ。やっちまったな本当に。バトンタッチ、はい、お願いします。今日は削りの日か。削りの日ですね。いやーこれね本当にね、これ皆さんね、あのわざとじゃないですからね、ほんと素で間違えた。うわー、削ろう削ろう。ちょっと削りましたと。それで入るかどうか試してみましょう。入った入った。おお、入った。つくかどうかですね。じゃあちょっと点灯式いきますよ。さあ頼む。つかない。ええ、ちゃんと入ってますもんね。もっと奥まで入るのかな、もしかして。いやでも かまさってるから。あ、ついた。向きか。向きだ。ああ、電球かんだ。なるほどね。そんなにアンバーでもねえな。なんかあの普通の ライトオレンジ。せーの、ほい。かわいい。かわいいな。さあそのまま行くぞ。夜どう見えるかな、ね、そうですね、夜が気になる。で、ここか。よっ、よし、入った。はい、いいっす。あれ、こんなグラグラしてるもんでした。いや、なんで。ああ、もしかしたら先っぽが入ってなかったかもしれない。じゃああれでもう一回外さないと。あれ、そんな簡単に外れた。えー、ちょっと待って、これ嫌な予感するよ。これで入ってるよな。入っていて、ああ、ちゃんと入ってなかったんだ、さっき。危ねえ、もうね、すっごいやだ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 。勘弁してよ。もうやだ。っていうかね、もう中華やだ。きついのは削ってなんとかなるけど、はい、ゆるゆるはパテ持って固まらせないと。ね、無理っすよね。うん、いやー、もうやだ。怖い。ん？なんか中のカバーって。なんか穴があるのかなと思ったんですけど、ないないんですね、うん、差し込むぐらい で、うん、でネジ止めるときにギュッて押して、うん、止めて一緒に挟み込む感じ。そうだよね、わしぜ。はい、止めたはこら、はいはい、止めますよ、うん、はい、またまだ。あ、入った入った。こぼっていったな。あ、ちょうどね、カバーがねすごくこう噛んでるなっていう感触はありました。下はね、上はだから押さえてないやったんですね。できました。オッケー、来た。よし、自分でもできるよ。じゃあはい、反対行ってみよう。復習だ、復習。ショーンさんやっても熱いよ。よいしょ。じゃあ反対行こう。よいしょ。ほら、削って。あ、そうだ、こっちも外したんでつけますね。よいしょ。こっからは竹千代早いよ。一回覚えると学習する。有料なゴリラでございます。有料なゴリラ。そう、ゴリラなんだ。 IQ 高いゴリラ。とりあえずつくかどうかですね。つきました。はい、ありがとうございます。よっ、はい、ついた。で、こっちもこれね、カプラカチッって言わないですね。カチッって言わない。ガタンガタン。で、問題はここ、これ強引にやるとあれかな。もう入って、そしたらこの中に入れて、
ちも三振ね。じゃあなんか別に押さえなくても良さそうな気がするね、うん、そっち下は押さえなくても大丈夫で、ある程度こんな感じかな。はい、できました。一応3でも5分で終わる。その誇らしげな顔はい、着きますかね。行きますよ、せーの、ふい。着いたでしょ着いたよね。さあ、見ていこうかな。うん、なんかね、裸電球の色に近いです。そうですね、昔懐かしい、懐かしい本当はここオレンジにしたかったです。オレンジにしたかったですけど、まあ、テーマはスモークレンズを変えるっていうことで、皆さんの何かのお役に立てばいいと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。でちなみに前途多難、多分個体差あると思うんですけど2800円で買うと、まあこれだけ苦労しますよっていうのもあるかもしれない。でこの買った詳細なんですが、一応概要欄の方に貼っときますので、まあよかったら参考にしてみてください。ただね、あの絶対というか、もうほぼほぼこっちの付属品は絶対につかないということが分かりましたので、一つの勉強になったんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ次のシーンはこちら。スーパーオートバックス浜松店に来ちゃいました。 ECU これから交換しますよ。おそらくあのピットでいろいろなことをやってくれるんではないかと思います。さあ行こう、私も行こう。はい、ということで今セッティングが終わりまして、インプレッションのスタートでございます。行きましょう。これはあれだね、もう私たちの感情を見ていただくだけの感じで行きます。で詳しい説明の方はまた別の動画で説明いたしますので、まずはこの表情とかご覧ください。果たしてどうなるかな。ずっとこういう顔してる。まずね。ていうか早くないの。あーって。エンジンかけますよ。うん、早くして暑いから。味。味。ああ、でもエンジン音ちょっとうるさくなるかなと思ったけど、まあ、そうでもないね。多分。多分。若干かな。若干。そうかな。黙れ、こわっぱ。わっとる。知らんわ。広角に、前方角に、左右全部、よーし。嫌だ。おお、なんだ。何この走り出し。どこいいっつったじゃん。おお。ここでもう分かった。うわ、なんだなんだ。分かるっつったじゃん。あ、すごいスーってストレスなくいくね。なんだろうこれ。あ、これ？ここで。ここ出るんじゃない？あ、これストップって書いてある。大丈夫。でも左に出なきゃいけない。そっか。あっちはでも。あっちも左に出なきゃいけないかもしれない。本当に、うん、そこ曲がってきたから。ああ、なんでこれ、なにこれ、これこれこれ、うん、その先の左だ。ああ、スーッスーッていく。トルクアップの賜物かもしれない。はい。おー、なんかあのかったるさが消えたなっていうのが第一印象ですね。なんか狭い道行けって書いてある。おりゃー。およそ200メートル先、左方向。左？よいしょ。おお、ちょっとストレート。あれ？なんかシフトチェンジがしやすくなったぞ。あれ、なんだろう、何かが変わってる。多分原車合わせでちゃんとセッティングしてくれたからですかね。なんだろう、なんかね、もっさり感がなくなって、その分シャープにスーッていくような感じ。ほら、おお、なんかドッカンっていうのがなくなったわ。ちょっとね、あのおじさんびっくり。おじさんびっくり。おじさんびっくり。あらららら。あの。よかったじゃないですか。スーっていく。スー、本当スーっていく。うん、もうだって発進の出だしが違ったもん。あ、本当ですか。いや、すごいすごい。
なんか彼のにやけた顔いや面白いわ。でもいきなり高速道路乗っちゃいますけども、あえ高速イキリダッシュする。イキリダッシュしよう。うん、あすごい。で一足で遅いなここ。うわ遅っ。え なんだろうこれ。なんだろうこれしか言えないけどダメだ。なんだろうこれでインプレッションになってないもう一言で言うとスムーズ。マジでスムーズだ。行くよ。いいよ。さあアクセル全開。やば。めっちゃうなっちゃった。うわー。いいんじゃないか。はい。すごい。やっぱ高回転に上がっていくとドワーっていうのはちゃんと来るし、なんだろうな。なんか後ろからこう押されてる感じがする。すごいですね、その感覚。わーこれは面白くなりそうだわあすごい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 。いやこれ楽だわ。なんだろう、いやほんなんか何も言えないですけどすごいすごい楽。めっちゃ楽だわ。パワーが上がってドーンっていうのはないんですけど、スムーズにスーッていっていって、なんか速度もシューッつってね、気づいたらこんな距離かみたいな、そういう感じ。一つ上の、はい、なんていうんだろうな、スムーズさですね、うん、これはやっぱり街乗りで普通に走っていてもストレスがだいぶ軽減されるかなっていう感じがします。特に1速から2速に上げるときって結構グワーってパワー使うじゃないですか。それが今まで結構無理やり感が出てたんですけど、なんかねそれがなくなってスッスッていくんですよね。トルクがでかいね。でかいかもしれん。わーこれはなかなかいいかもしれない。しかもやっぱり原車合わせがね生かされてるっていうのがあるのかな。ちゃんとこの車の吸気と排気に合わせた、はい、感じでねやってますし、でやっぱりあの皆さんも分かるかもしれないんですけど、エアクリをキノコ型に変えたら、あの前のゼロクスさんも言ってたんですけど、まあ、空燃費がどうしてもずれちゃう、その 20% ぐらいずれちゃうって話だったんですけど、それも今全部改善されてる状態ですから、トータルバランスがめちゃくちゃ良くなってるっていうのが正直な感想で、さらに下から上までなんかね、ほんとストレスなくスッていってくれる。今までのシビックも加速力はあったけど、はい、さらになんか力強さ、その加速力に、スムーズな加速力に力強さがつきます。そうですね。だなんだろうね、なんかさ、重りを1個外したみたいな、そういう感覚がするね。チャリンコで言えば電動アシスト自転車になったって感じ。あ、そうね、そうね、そんな感じ。ウィンウィンウィンっていう。やっぱりあの回転落ちとかの方は純正と変わらないんですけど、まあ、これはねまた別の動画でも話しますけど、自分のやっぱギアチェンジが悪いっていうのはよく分かったこれはいいよ。おおほら、いやー押される感じがスッてきますね。じゃあ峠ではい、ヒルクライムが楽になるんじゃない。多分楽になるかな。だからちょっとした勾配で、あもう少し欲しいなっていう時にスーって言ってくれるのかもしれない。登っていくぜ行くぜ絶対言いそうだよいや登っていくみたいな。いやこれは ECU やる価値は十分にありますし、11万ですからね。
税込み11万ですよ。クラッシュエディター、はい、レーシングプラグ、電車合わせで11万。これは絶対にやった方がいいっていうのもおかしいですけど、まあ、結構走り込む人はおすすめかもね。うん、そのうちやりたいCVT がどう変わるかね。ヤスさんが最初につけて、ヤスさんは CVT で、はい、少し乗らせてもらったけど、やっぱりあのトルク感をがアップしたのを感じる。ああ、なるほど。マニュアルどうですか今、ちょっと一回やりますけど。マニュアルはそれ以上だよね、CVT 以上に感じる。ほらほらシュー、すごいね。これで 1.5 リッターだからね。やばい。やばい。おお、なんか、うん、本当ジャジャウマ感が少し薄れて、スーっていくよな。ダメよ、FK8追っかけちゃう。いやいやいや。フリフリ。フリフリス。なんかいたよ。やっぱ。音も太くなってる気がするよ。あ、本当ですか。低音が、ああ、なんか、おーって低音がね、うん、確かに来てるかも。行くぜー来たーって、ほら、おー、さあ、岩田インターの目の前ではしゃいでるおっさん2人でございましたおーおーおお、アクセル踏んだら踏んだ分だけスーって行ってくれる。いや、前の巡視の時分かった分かった、あのアクセル踏むじゃないですか、うん、アクセル踏んだのか分かったよみたいな、そういうノリだったんですよね。それがお、アクセル踏んできたな、よし分かったよ、任しとけみたいな、そういうスっていう。いやー、いいわアクセルレスポンスが良くなったってことかな。前は踏み込む時にほんの少しですけどタイムラグみたいのがあって、あー来たかみたいな感じだったけど、今全くないもんな。ちょい踏んだだけでもお、スーッて言ってくれるから、あーいいわ。でも待って、言ったなんかよく数えるけどあーいいわ、あーいいわ、あーいいわ。私がいいわって何回言ったか、うん、え、疲れちゃうもん、多すぎてもう忘れたってなっちゃういやー、これはまたね、いいドライブ、思い出が作ることができそうだ。やってくれた人言ってたけど、なんか警告灯が表示される場合もあるって言ってたけど、今のところ表示はされてないです。ただ表示されていても10分から30分くらいで、まあ、消えますんでって言ってくれたんで、特にそこは問題ないみたいですね、まあ、車種によっては警告灯が光る場合もありますが、焦らず消えるのを待ちましょうみたいな感じで、今フクロイのインターです。いやー、まさに今の私の気分はストレートで速い車は初心者。初心者、初心者です初心者のイキリダッシュですやばいよ、今結構ねそれで遊んでるからだいぶ年金もガタ落ちですせっかくだからね、吉本さんにもインプレ感想インプレさっきしちゃったよ。そうか、でも運転すると全然違うと思うけど、運転、まあ、これ羨ましいだろうみたいな、そういうね、ミッションがね、ほら全然スムーズだもん。スムーズですか、もう、うん、やっぱ分かる、 OK、 発進がさ、うん、ずっと乗ってない俺でも分かる、うん、へえ、つながりがいいっていうか、うん、もうスムーズ、スムーズそのもの、うん、助手席だと、いや、分かんないっちゃ分かんないかもしれないけどね。でも、うん、さあスタート。おーおーおー、やべ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 。ああ、分かるわ。全然なんか行きと全然違いますね。うん、違う違う。助手席でも分かる分かる。
吉本さんも言ってたけど、G 感じるね、なんか少しスッこう、うーってドッカンじゃなくて、うーんっていう、おー後ろからな、へー、すごい、助手席でも分かるんだ。ちょ、エアコンかけてみようか、うん、エアコンかけたらどうなるんだろう。オートで今かけます、はい、23度。あ、ちょっと重いかも、エアコンかけると。やっぱエアコンかけると重いかな、うん、そうですね、助手席に乗っててもあちょっと重たるさはあるかなっていう感じ、うん、あ、なんかね、普通に走っててもスムーズだから眠くなりそうだわ。どうぞどうぞ、おやすみなさい、夢の世界へどうぞ。頼むぜ、マジで。なんか永遠にもう吉本さんに運転してもらって、ほとんど神奈川県まで帰ってきちゃったんですけど、なんかね、今ちょっと渋滞はまりそうなんですよ。で、予定フラッシュエディターの渋滞はどうなのかなっていう感じなんですけど、まあ今減速してるっていう感じなんですよね。で、その後少し加速していくような感じなんですが、どうですか吉本さん今のところは。30キロ、35、6キロ、4速で走れてるんですけど。走れてる。3でも安定しちゃうのかな。トルクがあるから、うん、今3速26、25。はい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 。だ、渋滞がなんか少し楽になったらいいななんていう発想で今ね、検証というか確認してるんですけど、多分そんな純正よりも、うん、遅め遅めのシフトダウンでいけんじゃない。あ、本当ですか。トルクが太くなったから。あ、なるほどなるほど。まあよりスムーズにってたらおかしいか、やっぱ、まあ、全体的にトータルバランスがいいからね。そう、こういう出だしなんですよね。今2速で20キロぐらい。止まりそうになっても止まんなければ2速でそのままいける。うん、3は3はこの速度じゃきついんじゃね。20の3。あ、止まる止まる、はいはいはい、止まらないでよ。怖いからね。これ3速発進はちょっと厳しいかも。厳しいね。2速発進の方がいいね。普通に繋がるもん、ほら。繋がる？うん。おーおーおー、行くね。行く行く。おー、全然いいじゃないですか。多分これ3でも行けそうだけど、今ここでやるのはやめとこう。いやー、怖いですね。ガッとんってなったら偉大。なんだよこいつ、エースとして。2安定だね。今10キロ、15キロなんですけど、2速で。今ちょっとアップダウンっていうかアクセル踏んだりとかしてるんですけど、それでも全然大丈夫。大丈夫ですね。一番肝心なのがこの出だしなんですよね。ほら、うーんっていく。いく。おお。すげえ、腕組んでなんかね、自分の車なのになんか言ってみんな。ね、自分の車なのにね、助手席座って何やってんだよってね、もし思った方はぜひね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。だいぶギアチェンジ上手くなったやん。本当っすか。ちょっとニュートラルに入れていいですか。なんで今ニュートラルに入れんの。おーってなっちゃうんですね。もう渋滞が終わりかけてるんですが、じゃあ加速してみてください。さあどうでしょうか。これ4速で加速だよ。今4加速。すごいですね。黙れコアッパー。今更ね。さあまた少しずつスピードが上がってきましたけども、どうですか、不快感とかありますか。ない、ない。楽ちん楽ちん楽ちん。助手席も楽ちん。おい。だって運転しなくていいんだ。すごい楽だよ。おお、うん、やっぱ一速の出だしいいっすね。スーっていく。これは全然違う。下道も快適に、いい街乗り運転ができそうな勢いがある。これはね、なんだろう、でもなんか正直言うと、そのすごい感動レベルでうおーすごいっていうのはない。ただあーなんかすごくフィーリングが良くなってスムーズにいくなーっていうのが正直な感想かな。フロントパイプも変えてるから、うん、でブースト上がってっから、あ、そうっすね、その恩恵もあるかもしんない。おお、やっぱりいつもの感覚で走りますと、なんだろうな、前と比べたら、
加速はもう確かにいいと思いますし、楽だな、でも一番の魅力っていうかいいところは一足発進かな。これがねすごいスムーズ、ちょっとびっくりするレベルだなこれは。ほらほらって、その前にもう知ってるからね、一番最初に知っちゃったからそれこれいいっすね、いやほんといいわ。もうこれは確かになんか気づいたら、あこんなに距離が出てたんだとかそういう感じがするね。何度も言ってあれですけど峠道が楽しみお、二足で今交差点曲がったけど、でしょ、うん、すごいスムーズっていく。じゃあ今度三足で、三足発進してみる。多分いけると思うんだよな。今が三足発進ね。わあ、ちょっとあれ、ちょっときついな。ただいけないことはないですけど、ただこの立ち上がり、やっぱ2000超えてくるとグッて、トータルバランス的によくスーってくるな。わあ、これが原車合わせのあれなのかね。すごい。よくマニュアル車に乗る人とかって一回こうアクセルをこう煽って発進するってあるじゃないですか。あれ一切いらないな。もうシュッシュッていく。ほんとプシュッていく。そうなるとさ、はい、コーナーの立ち上がり今までちょっとは話せてたのがさ、はい、話せなくなっちゃうんだよな。そうですね。まったくさ、やっぱここはなんつうのかな、車のセッティングの力っていうのが困ったもんね、出るかもしれないです。じゃあお前どれぐらい出たんだよっていうデータなんですけども、あこれあのポコッつってね、あの載せますんで、多分この緑のラインが数値がありまして、ここがね 237.3 馬力で、トルクが 35.8kg 出てるっていうことなので、純正と比べたら約50ぐらい上がってんのかな。で、あのピークがですね、だいたい4500から5000ぐらいの間でだいたいピークになるかなっていう感じらしいんですよ。だこの辺まで回せばもっとすごい感覚は出るとは思うんですけど、でもねめったに、まあ、回さないからなあんまりっていう感じはいたします。なのであの私の後期型のシビック FK7 の場合ですと、まあ約50馬力以上上がっていて、それでフィーリングもだいぶ良くなったと。一通り給排気はいじった後の状態で原車合わせでセッティングしておりますので、まあ少しその分馬力とかもフィーリングも上がったのかなっていうのがあります。だから多分 ECU やるんだったら給排気をやって、うん、もうこれでいいやってなってから ECU やった方が後々いいよね。原車合わせはそれが一番です、うん、なのであの以前にあのなんだっけ乗り比べさせていただいた時に佐伯さんもゼロックスさんも言ってたんですけど、もし原車合わせでやりたい場合はもう完成した状態で持っていった方が一番今後のためにはいいと。ただちょこちょこね変えたい人にはホンダアタとかこういつでもカスタムができるの方がいい。でも知識と自己責任が伴うっていうのがありますので、でこの場合でも途中でそのパーツ変えたら
原車合わせをやり直ししてくれるけど、その場合3万5千円ぐらいかかりますよって話した。そうですね。なのでそういう詳細のやつはですね、あの理由も含めて別動画で上げますので、ぜひお楽しみくださいませ。です。はい、ということで今回はね、ちょっとグダグダのインプレッションになりましたが、結果良かった、ありがとう。いやーいい、よし、いや最高最高、いや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 、まあいい、はい、久しぶりに FK 乗ったんで楽しかったです。はい、じゃあお借りはちゃんになります。帰った、はい、ではご視聴ありがとうございました。普段自分ではつけない竹長でございますが、今回はこのミラー型ドライブレコーダーを取り付けていきます。私が頑張りますよ。ここにシガソケット用の電源と GPS がございます。さらにリアカメラの配線があるので、配線投資からやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんにとってドラレコを自分でつけようかなと思っても、なんか面倒くさいなって思う方もいらっしゃると思うんですが、結構ね、やろうと思えば簡単につけられると思うので、何かの参考になればいいなと思いますので、最後までご覧ください。ミラー型のドラレコを買うときは、シガーソケットの配線の長さがだいたい3メートルがセオリーかななんて思っているんですけども、FK7 の場合はこの奥まったところにシガーソケットがあるので、ここに差し込むような形でうまいこと配線できたらいいなと。ミラーの方はこのようにつけてしまいまして、で結構ね、やっぱ不格好になっちゃうんですよね、この辺が。なのでそれはもうしょうがないなとは思います。ただね、しっかり一応くっついてるって言えばくっついてまして、後ろのゴムバンドで固定するような感じなんですよ。電源の方がタイプ C になってまして、上のタイプ C って書いてあるところにブツッと差し込みますと。で、差し込んだ後にもうあとは埋め込んでいくだけなんですが、そこまでね難しくはないのでいいかなっていう感じで、とりあえず個人的なコツなんですけど、最初に配線を通す場合なんですけども、ミラーをですね、一番下に下げた状態で配線を仮止めしていくのがいいと思います。なぜかと言いますと、ギッチギチにやってしまったりとか、例えば自分で位置調整するじゃないですか、その位置でギッチギチにやっちゃうと、いざなんか調整して下の方に戻した時にここがビローンって伸びきっちゃったりとか、まあちょっと最悪だなって思っちゃう時もありますので、まあ私個人的には一番下に向けた状態で配線をどんどん隠していった方がいいのかなとは思っております。で、 FK の場合はね、なかなかね配線隠ししやすくて、この天井の変な生地あるじゃないですか、ここをこの裏にバタ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 差し込むことができるんですよね。で、工具も基本的には個人的な指とかでいけると思うんですけど、ただピラー通しの場合はエーモンドなんかクリップ外しとか、なんか平らなヘラを使ってやった方がいいのかなって思ってます。さあ行くぞ、できるのか。この辺がね、取っかかりが結構辛いのよね。スタッフ、エモンのオレンジ色のやつ、このようにですね、外側に向けて配線していきます。で、ここからですね、ありがとうございます、ゴムで隠すような感じで、だからこのね、ゴムパッキンみたいに一回全部外しちゃいますね、このように。で、外してこのピラーの間にうまいことね、こうやって差し込んでいくと。で、下の方に向けて通していくと、素早く綺麗に収まっていく感じだよね。わしってこれが45歳ですからね、はい。で、どうしても通すじゃないですか。通した後にここ見てください、このサイドのエアバッグって書いてあるところなんですけど、ここにね必ず余っちゃうというか見えちゃうんですけど、これもヒュッて押し込めば軽々と入っていきますので、比較的この辺りは楽に閉まるんじゃないかなとは思います。で、さらに下の方までずっとゴムパッキンを外しながら間の方にビシバシビシバシ入れていきます。で、ちょうどダッシュボードの終わりっていうか付け根のあたりが終着地となっておりまして、ここあるじゃないですか、ここにね間があるんですよ。この中に配線をぐるっと通していきます。これほらスッと入ってくるんです、スッていく。私の HKS のフラッシュエディターみたいですね、スッていくんです、スッて。もうこっちのゴムパッキンの方は不要になりますので、このまんま
閉じていけば、まあ、上からやってった方がいいかな。うわ、入れ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 、ふわーつって、あの昔の人だったらこのハンバーグの CM が大きくなるんだぞつって。終わった？まだまだまだ、ちょっと軽めつけてかないと。終わりですか？まだ。ほんとね、この作業員たちってね、あの自分がやらないとチャッチばっかり入れてくるんですよ。ほんと配線の方がまあ隠れていったかなっていう感じでございますね。さあ、この下なんですよね。ここまで通してきたんですけど、今度はこの奥までね持っていくことができそうなんですよ。でぐーっと持っていってグーみたいな。ちょうどね、発煙筒があって、発煙筒の後ろまで持っていきます。でフロアマットのさらに下になんか布の床、なんだっけ、マットみたいのがあるんですけど、その中に配線を埋めていくような感じですね。すごい水おぼらしい格好ですけど、でこのように少しずつ埋めていくことによって、だんだん隠れていくんじゃないかなってイメージなんですよ。でここまではもううまく隠せるんですけど、 FK7 の構造上もう仕方がないのが、シガーソケットから配線がねこの辺りこうなっちゃう。これはもう個人的にはしょうがないかなと思うので、これは私の妥協線でございます。なのでそこまではこのコンソールの内側に結構ゆきちじゃないや、なんだっけ隙間があるので、だいぶね通しやすいんじゃないかなと勝手ながら思っております。はい、このような感じで一応埋めることができました。かなり辛いよこれ、潜るのが大変だなって思う。やべー、息上がってんね。辛いんだよ。こう仰向けになってんの、こうやってやるわ。結構大変なんだよな。嬉しいってでもどうすか、じゃああのエキストラの吉本さん、この配線隠しのクオリティは。GPS の方をつけていきたいんですが、これなんかしないですけど GPS ついてるんですよ。なので GPS のアダプター的なものは多分この辺りかな、イメージ的に。あ、そこにつけてるって。きたね。剥がすじゃん、どうせ。やべえ、こういうの悩むんだよね。こっちかな。このような感じでポコってつけていきまして、隠したいんですが、ただ GPS のこの長さもだいたい2メートルぐらいありそうなので、好みによってはダッシュボードの上につけちゃっても、まあ、悪くないのかなとは思いますね。上のガラスにつけるとしたら、この配線がめちゃめちゃ隠さないといけないか。こんな感じで GPS がつきましたよ。さあ次行こう。次がね、一番の難易度が高いギアのバックランプ連動で、バックギアに入れるとあのバックモニターとしても使えるよってやつなんですけど、私はね基本的にそれはいらないので、これはスルーいたします。ということで、はい、吉野さん、ここにあのビニールテープぐるぐる巻いて。なかなかね大変なのよ、一つ作業するっていうのも面白いけど、ぶっちゃけ大変、くせ毛なんですよ。でね、最近ねやっぱね、ここハゲてきたなと思ってね、やばいなっていう感じ。はい、じゃあこれやっていきます。これがだいたい5メートルぐらいゆとりがあるそうなので、 FK の場合はもう十分です。私の場合はリアハッチのガラスの方につけますので、多分余裕でいけると思います。さあ、やり方はもうほとんど一緒で、また上の方にかましていって、今度はここだね、ここのラインをずっと通していって後ろに持っていくっていうイメージですね。さあ、真ん中の AV インっていうのがありまして、ここにポコッとつけていきます。でつけていきましたら、また配線の方をビチビチっと隠
していくっていう感じだよな。わしずわしずでもできんじゃないかや、やすずはどうだろう。ゴムパッキンをもう一回ベロンって剥がしまして、ここの中間にねこう入れていくことができますので、このように埋めていきます。で、なんだろう、人によってはもう埋めてる途中にゴムパッキンも一緒にポコって入れていくのがまあ楽だよって人も中にはいるんじゃないかなとは思うんですよね。私もその口かな。だからゴムパッキンの間になんかボコボコって入れてブスって刺してもいいのかもしれないですね。そうすると結構簡単にうにょうにょって入ってくれるので比較的楽になるのかな。で、今度はこの辺り内側にゆっくり差し込んでいきます。ここまではね手でいけるんですけど、ちょっときついので、このような平型のヘラかなんかでね、こうやって軽く押し込んでいくと本当にね軽くで大丈夫です。ゆっくり軽く押し込んでいくだけでひょこひょこって入ってくれますので、今度はリアのゴムパッキンの方にかまさっていくっていう流れですね。同じようなフロントと同じような感覚で行ってつった。痛いけど今外したら大変なことになる。そう、耐えろ、耐えてくれ。あ、ちょっと落ち着いたか。着いた。あ、やばい、これが感情に出てるな、ね、よいしょ。そしたらこのままねいけんのかなって埋めていきまして、よいしょ、ちょっと足組んでいいですか。はい。で、ゴムパッキンの最終地点はここになります。ちょうどねこの曲線描いてるところとプラスチックのサイドなんちゃらエアバッグって書いてあるところのプラスチックの部分ですね、ここが分岐点となって、さらに中に押し込んでいく。ここね結構簡単なんですよね。スーっていくけど、ここまで来てポイって投げちゃう。よし、あとお前やっとけよ、はい、これで私の作業終わりです。ずるいでしょ。先ほど通してきた線をどん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 余ってる部分を隠していきまして、でちょっとむき出しになっちゃうんですが、ここのプラスチックの部分を配線をグーって伸ばしてきて、最終的にここにつながっていくっていう感じで、この中カバーの中に配線を隠していくっていう感じで、ここ少し開けているっていう状態なんですよね。ちょっとした配線隠しのカバーをつけまして、でその後ピラーと申しましょうか、プラスチックの裏側にですね配線を隠していって、すんなり真ん中のここにたどり着くことができるのでしょうか。はい、ということで配線隠しの方がうまいこといきまして、このような感じになりました。なかなかねいい感じでピタッと止まってくれて、いい感じで入れてくれるんですよね。まあこのような感じでリアのハッチのガラスにつける場合は簡単に伸ばせることもできるのかなっていう感じ。これがねすごく得点高いですよね。一旦ですね点灯チェックの方をしていきたいと思いますので、さあどうだろう。おっと、モニターがついたけど、あ、映ってる。もうこんだけ見れればもう個人的には十分かなとは思います。あとは本付けしてどうなるかっていうところですね。あと時刻の方びっくりしましたね。自動的に同期してくれましたね。やっぱり GPS つけてるからかなっていうイメージはあります。さあ最終局面のこの配線を隠して完成という形でございます。完成いたしました。このような感じで配線隠しもできまして、非常に綺麗な仕上がりではないかと私は思います。でさらにですね、この中のずっと配線を通しまして GPS とリアガンの配線プラス電源配線もね、ここからビャーって隠して取ることができましたので、これにて完成みたいな感じですよね。なかなかね見栄えもすごくいいと思います。ちょっとお見せいたしますね。これ画質は若干落ちますけど、
悪いやついる。ああいるいる、変なのがいる、変なのがいる。あ、タッチできるんだ。タッチセンサーなんですよ。確かね、指で上下すると、ほら、あ、へえ。後ろに下がったりしたり。スライドとかすると、これフロントで、フロントリアが見れるっていう感じ。で、もフロントの方はね、もう FK だと、このサイズね、全然合わなくて結構ギリギリなんですよね。あ、ここにカメラついてるんですか。そう。夜白飛びしなきゃいけない、ね、それが問題ですね。どこまで見れるか。だいぶ見やすいんじゃないかなと思います。これがフロントのカメラ でこっちがリアなんですけども、だいぶ見やすいんじゃないかなとは個人的に思っております。で、特に私が一番意識しているのがリアの方なんですけども、これが全面的な感じでだいぶまだ明るいかなってイメージはあるんですよ。ただここの今出してるプラスマイナスあるじゃないですか。これをですね、こうやってスライドしていくとこのように眩しくなったりとかするんですけど、一番マックスはもうかなり眩しいなっていう勢いがあるので一番マイナスにしております。まあ、昼間になると多分変わってくるとは思うんですが、まあ、これでもだいぶ見えないことはないと思うんでいいと思うんですよね。まあ、ちなみにあの後ろちょっと曇ってるんで何とも言えないんですけども、まあ、白飛びがあんまりしないだけマシかなっていうのが正直な感想です。これでまあ1万円弱であれば、まあ、つける価値はあるんじゃないかなと、勝手ながら思っております。ちょっと気になるところも実はございまして、このようにですね、ちょっとはみ出たりとかちょっといびつな形になっちゃうんですよね。これはどう改善してもちょっとダメでした。というのもこちら側にですね、これ見えますか、これフロントカメラがついてるんですけど、どうしてもね干渉しちゃうんですよ。よって右の方にずらしていかないと厳しいかなっていう感じ。ゴムバンドでも固定して、ちゃんと固定はしてるんですけど、このようないびつな形になっております。ここ飛び出してる部分はスライド式になっていて、スライド式で思いっきしですね右の方にずらしていかないとフロントカメラの方がこのように飛び出ていかないっていう仕様なので、これがちょっと難点かなっていう感じ。だからこの見栄えを気にする人であればちょっとおすすめはしませんが、まあ別にいいんじゃないっていう人に限ってはこれでもいいのかもしれないですね。実はですね、11月の16日なんですけども、レカロシート買います。合わなかったんです SR7 が。なんで合わなかったんだろうなって今更なんですけど、あのね、正直 SR7 を買うときに SR6 もね悩んでたんですよ。めちゃめちゃフィット感の方がもう間違いなく SR6 の方が安定していたっていう感じなんですけども、なんでね、じゃあ SR7 にしちゃったんだよお前って思うじゃないですか。シートヒーターなんすよ。シートヒーターがついてるからつけちゃったみたいな感じでやっちゃったよなって今更ながら思っております。そう、 SR6 はですね残念ながらついてないんですよ、シートヒーターが。いやーっていう感じ。もし SR6 にシートヒーターがついていましたら、間違いなくSR6 をチョイスしておりました。それだけ体にフィットしていたっていうことなんですけども、いやーなんだろうね、なんだろう、やっちまったよみたいな感じでございます。まあいいや、しょうがないよね。人間って 100% じゃないじゃないですか。やっぱり当時機能が欲しかったものを優先するっていうのは当時の気持ちでございますから、全然当時は後悔はしてなかった。がしかし半年以上乗ってきてね、やっぱりね自分の骨格なんすよね、全然っていうか最近なんすよ、合わなくなってきたなっていう感じがいたしまして、いや参ったなっていう感じでしたよ。っていうのも、何がお前ダメなんで合わねえんだよって思うかもしれませんが、あのね、私のこの体的にはここのサポートあるじゃないですか、ここがですね若干なんかこうふわふわ浮くんですよ。ふわふわっていうのもおかしいですね。こう隙間ができちゃっててフィット感が若干薄れてるんですよ。で、まあ これだけだったらまだいいなとは思っていたんですが、いろいろと気になりだしちゃって
でまずあの座面の長さがちょっと短いのかなっていう感じがしてね。でこれが個人的に合わなくなっちゃったんですよ。長距離ドライブをしてる時もすごくこの膝裏の方が気になっちゃって、いやどういうことだこれはみたいなね感じになっちゃったんですよ。でそっからもう私気になりだしたら止まらないタイプなんですよね。だからもうあれじゃないああじゃないこうじゃないっつってシートポジションもめちゃめちゃいじりました。結果良くならなかった、改善しませんでした。よってねやっぱり変えた方がいいのかなとか思ったりですとか、あとね若干腰も痛くなってきちゃったっていうのもあるんですよ。これはね自分の体のことを第一に考えるとシートというものは大事なものでございますから変えなきゃダメかななんて思ったのがつい1ヶ月ぐらい前なんですよね。で私あの ECU 交換したじゃないですか。でその時にお店にですねあったんですよ SR6 が。座ってみました。あらびっくり、なんということでしょうみたいな。やっぱりすごくフィットするよな、シートヒーターがついていたら最高だよななんてね思っていたんですが、やっぱり自分の体が一番のことを考えるとやっぱり SR6 にした方がいいなということでね、11月の初めに ASM 横浜レカロ専門店さん、ここつけたところなんですけど行ってきました。行ってきて見積もり取ってきました。そしたらなんと13万2000なんですよね SR6 の単体が。で SR7 ちょっと下取りしたらいくらぐらい取ってくれますって聞いたら、やっぱ一律7万円らしいんですよ。で本当だったらかなり状態もよく半年ぐらいしか使ってないから普通に個人で売ったとしたら10万ぐらいで売れるんじゃないですかねなんて言ってくれたんですけど、なんかねそういう手間暇とか考えちゃうとうーんってね結構めんどくさがり屋なところもあるから、まあいっかなんて思っちゃうんですよ。で見積もりの方下取りを引き算しまして、結果全込み取り付け工賃込みで7万8500円でやってくれるそうなんですよね。で色も青とか赤とかいろいろなのがありまして、もちろんね青にいたしましたもうしょうがない、これはね本当しょうがない、かなり大赤字で超もったいない。個人的には SR7 もなかなかねモデルというか、なんだろう形そのものは結構気に入ってるんですけど、しょうがない、だって体に合わないんだもん、しょうがないですよね。見てください、今もですねなんかちょっとこうやっぱこの辺が少し浮いちゃってるんですよね。よって SR7 は若干このランバーっていうんですか、このサポートが外面に向いていてちょっとゆったりしているなっていう感じ、これがまた長距離ドライブにはいいのかもしれませんが、いや私的にはダメでした、はい。で SR7 をじゃあ選ぶ人はどういうタイプがいいのなんて思うかもしれないですよね。で私もいろいろと考えたんですが、ひょっとしたらこの身長差も影響してくるのかなって若干思いました。ただしかしやっぱり身長の高い人が乗ったとしてもやはり座面の長さが気になっちゃうっていう方が結構いらっしゃるんですよ。やっぱり短いよな、なんかねフィットしないよなっていう感覚感想した受けた人もいらっしゃいましたよな。わしつなんつってね、なんかねちょっと後ろのこのバックモニター見ながらやってたんでちょっとね気になっちゃうんですけどはい。でそれからあとは体格かもしれませんね。で私は一応細身の部類に入るらしいんですけど、そういう方にとってはこの辺の隙間がこうできちゃってうーんってなっちゃったりとかするかもしれませんので、まあ、中肉中背といったらおかしいんですが、まあそのあたりの人ややぽっちゃり気味の人だったらパッチリフィットするのかもしれません。ちょっと待って、これ左曲がれって言ってた、こんなとこ左曲がる、ちょっと今またどこにいるか分かんないですけどまあいいや。ということで晴れて11月の16日に予約いたしまして SR6 をつけてきます。そしてつけてきた感じはこんな感じですよっていうのも同時にお見せしてますから、どうぞお楽しみくださいませ。いやーほんとね、なんだろうな SR7 って、いやもったいねえよな。15万9000円プラスシートレールとかいろんな込み込みでやって19万いくら当時払ったからね、
もう普通に考えたら大赤字ですよ。なんだよつってベラッなんてね思いたくなるんですが、まあそれはもう自分が選んだことだからしょうがないよなって、そういうふうに割り切るしかないですね。あとやっぱりシフトチェンジしてる時もなんか若干うんうんってなっちゃう時があって、でこれはねお前進歩値が悪いからだろうって思うかもしれないんですが、そうじゃないんですよ。結構ね 前にやったりとかしてギチギチにやったりとかしても なんかねグッグッってなんか変なところに力が入っちゃうっていう感じがしたんで、まあ、一概にこれがレカロのせいとは言えないんですが、なかなかねわからないものですね。答えがね見つからないっていうのがなかなかもどかしいものでもありますけども、その答えに近づけるために頑張るっていう楽しみもありますからね、それはそれでなかなかいいんじゃないかなとは思っております。はい、ということでね結構ダラ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 話しちゃいましたけども、とりあえずこの前半パートはですね SR7 がちょっと自分のうわーここかよ、うわーなんだよそんな、うわーうわーまたちょっと待って、これ左しか行けないね。うわーなんかね話してると分かんないね。さあ行こう、黙れ小アッパ割っとるわ。はい、ということで SR7ちょっと合わなかったので SR6 にしていくっていう感じなんですけど、ごめんなさいね、いつもダラ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 してるよねこの動画。まあ今日はですね最後のドライブっていう形になりますので、 SR7 さん本当にね短い間ではございましたが本当にありがとうございました。ただもう少しねやっぱりちょっとこうフィット感がキュッキュッキュッてしまっていてくれたら最高だなとは思っております。さらにねシートヒーターがついているっていうのが非常にいいところではございました。ということで黙れコアッパということで SR7 さん最後のラストラン本当にありがとうございました。次のシーンは ASM 横浜さんにたどり着いている時でございます。どうぞ。はい、ついに SR7 とおさらばです。当日交換 SR6 に交換いたします。じゃあこれからね行っちゃいましょう。はい、ということで SR6 が着きました。このような感じで結構かっこいいですよね。で まだね座ってないんですけども、一つだけ言わせてください、 SR7 さん本当にありがとうございました。約8ヶ月間一緒に共に過ごしたわけなんですけども、やっぱりね体が合わないとやっぱどうしようもないですよね。まあそれはしょうがない。そして大赤字、まあしょうがない、まあいいや。じゃあとりあえずこっち座ってみましょう。はい、ということで、おっと、もういきなりだ、乗り降りがしやすいかもしれない。なんかここちょっと見にくくて申し訳ないですけど、ここのねへっこんでるところがあるんですけど、ここにちょうどあの太ももの後ろが当たるんですよ。だからスッてね入ってきるような気がする。こうじゃん、ほら、お、あのなかなかね乗り降りしやすいかもしれない。そしてあやっぱりねやっぱりヒットします、最高。ああ、まあここの肩のサポートもしっかりしてきたな。でねやっぱ足の部分ですね、こちらのサポートの方も SR7 と比べまして結構そのサポート性に優れていると勝手ながら思っておりますので、ああこれはねなかなかホールドもそうですし、あとやっぱり SR7 の座面の長さがちょっと短いのが気になっていたんですが、 SR6 になってからねやっぱりね少し長くなったような気がいたします。やっぱ違いがあるのかもしれないですね。いやいいっすよ、椅子だけにすごくいいっす。あとはどれだけ走行するかだな。あとねかなりフィット感が増しているので、これはワインディングとかがすごくはかどりそうだなっていう感じがする。でそれからですね、一応このプシュプシュあるじゃないですか、これも交換してもらいました。やっぱ言ったんですよね、もう数時間でエアが抜けちゃったりするので、 なんでっていうふうに言って、まあ、とりあえず交換してほしいって希望を出したら交換してくださいました。ありがとうございます。やっぱりね言ってみるもんですね。
後方確認、前方確認、左右全部、よし、最高。ああ、やっぱね、吸い込まれてる感じがする。これだけでもね、すっごい変わる。出発するだけでも変わってる。おお、これもう少し、ちょっと C ポジは細かく設定しなきゃいけないんですけど、これはこれからだな。でね、やっぱり SR7 と比べますと、ちょっと待って、まあいいや、寝てからにしよう。おお。うおー、やっぱ SR7 とはまた一味違う、このフィット感というか SR6 もいいなとは思います。すぐ感じたな。すっげー、いきなり赤ですけど、あ、これはいいや、やっぱり自分の体に合ってるかもしれません。いや、いいよいいよ。いや、これだ、この感じ、ずっと求めていたこのフィット感、これぞレカロだぜ。限界ギリギリまで行くぜ。まあ、レカロがね、悪いってわけでは全くないんですよ。私が悪いんですよ、基本的にはね。あのチョイスした時に本当は SR6 も候補に入れてたんですよ。ただシートヒーターがついてくるかついてなかったかの差でほとんど決めてしまったっていうのが正直なところなんですけども、ただね、SR7 と違うところはですね、 SR6 の方が、なんだろう、シートが硬い、そういうイメージです。うん、このね、硬さがほんわかしててめちゃめちゃ個人的には合ってるな。まあちょっと肩幅の方が若干私広い方なんですけど、ちょっと当たって圧迫感はあるかなっていうのは正直なところですね。ただそれはね、全然もう慣れですね。結構シュッとしているスタイルだな。なんかね、 SR6 はね、スリムタイプみたいな、そんな感じです。いやー、あー、これいいや。でね、もう少しプシュプシュして、あ、来た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 、あ、なんか全然やっぱ新品違うわ。スッて入る、スッて入ってくる。おー、腰に当たる。あ、ちょうどいい感じだ。あれ、 SR7 だともう少し上の背中の方をビュッてサポートしてくれてたんですけど、 SR6 に変えたら、なんかちょうど本当に腰の部分がモコモコモコって上がってきたような感じでね。あ、これは楽かもしれないですよ。どうです？で、ちょっとね、色合いも合わせてみたんですけど、なかなかいい色合いしておりませんか？いやー、これはいいぞ。なんかめちゃめちゃ見られてる。で、あとやっぱ座面の長さ、さっき話したんですけど、こうやって止まってる時に、ゆったりしてる時にちょっとだけ足を伸ばすと、膝の後ろあたりまでですね、あの座面が当たってくれますので、あ、これはいいな。ただ身長163センチの私がレビューしてるっていう感じなんで、身長差が出るとまた個人差が出るのかなっていうイメージはありますが、まあでも、あ、いい、足の裏がちゃんとね、当たってる。あー、これを求めてたんだよ。いやー、最高。おー、すっごいフィットする。ただ正直に言いますと、ちょっと邪魔しちゃってるのがありまして、すっぽりスポッて入ってるわけでもないんですよね。若干やっぱここにゆとりができてるかなっていう感じ。ただね、ゆとりがね、若干感あった方が個人的にはいいのかなとは思ってるんですよ。まあ、ギチギチでもね、本当はいいんですけどね。さあ、 SR6 さん、ようこそ私のお車シビックさんに来てくれました。ありがとうございます。いやー、あ、体動かないもん。ほら、これはね、すっごいドライブが楽しめそう。そして長距離ドライブも全然いけそうな気がする。あ、いい。あー、これ来たね。腰来た。あー、いいわ。あの、今まで SR7 の場合はですね、クラッチをがっつり踏んだとしても座面にやっぱり当たらなかったんですよ。今 SR6 で変えてクラッチを踏み込んでみたらね、当たるんですよね。これがね、なんかいいんですよ。
これが求めていた。いや、最高。やっぱりね、大赤字ですよ。本当に大赤字なんですけども、やっぱりね、体っていうのは一生、なんだろう、体というものは一生向き合っていくものではございませんか。交換なんかできませんからね。だとしたら、このようなシートとかを交換して、いかに自分の体に合わせたものを、まあ、近づけるかって言ったらおかしいんですけども、いけるかっていうのが結構焦点になるかなとは思っております。なんか レビューしてたら、見えねえ。さあ、ちょっとしたカーブです。ここ曲がれ。うわー、全然動かない。いいね。ちょっとやっぱりここの肩が気になっちゃいますけど、でもね、すっごいいい感じ。やっぱりデカロっていうのはさすが老舗本舗といっても過言ではないところでございますから、選ぶのは何でも材質とか素材は最高でございます。ただし自分に合ったものをもうね、本当にゆっくりゆっくり時間をかけて選んだ方がいいと思います。そうじゃないとね、こいつみたいになりますよ。SR7 入れたのはいいけども、結局体に合わなくて SR6 にしたみたいな。で、結局いくらかかったのって話なんですけども、これがですね、まず SR7 を下取りに出しました。下取り価格がちょうど7万円だったんですよね。まあこれはもうしょうがないということでね。で、さらに SR6 の単体が13万2000円ぐらいなんですよ。そっから差し引きいたしまして、工賃込みで7万8500円と、まあ高いって言えば高いですよね。で、さらに7万8500円赤字になりました。あ、でもしょうがないよね、うん、これは割り切った方がいい。でね、皆さんね、多分ね、こう思うんじゃないですか。お前さ、よくそんな金持ってるよな、貧乏じゃねえのかよ、なんて思うかもしれませんが、間違えちゃった、間違えちゃった。あの、実は車庫帳代をずっとね、貯めていたんですよ。月3、4万ぐらい。そっからちょっと算出いたしました。でね、ぶっちゃけ言いますと、車庫帳代溜まってたんですよ。で、本当だったら入れようかなと思ったんですけども、やっぱりそれ入れる前にやっぱ体が大事だよなっていうことで、今回7万8500円差額で入れました。しかし、車庫帳の方ですね、近々多分入れられると思います。年明け早々か、ひょっとしたら年末に入れられるかもしれないので、こちらもどうぞお楽しみください。さあ、フィット感やば。これ交差点です。右に曲がります。よっ、おお、やっぱ違う、全然違うわ。 SR7 と比べたら、いや、こっちの方がめっちゃフィット感がめっちゃあります。あー、もう違和感もないな、ほとんど違和感がございませんので、今後のドライブがめっちゃ楽しみ。そしてね、そう、余談なんですけど、 SR6 はシートヒーターはついてないのでつけることができないと言われました。で、一応正規販売店というか、今言ったお店の方で後付けでつけることはできませんかって聞いたんですけども、残念ながらそれは対応しておりません、できないんですよって言われちゃいましたので、シートヒーターの方は諦めようかなと思っております。まあ別にね、もともとシートヒーターついてない車はずっと乗ってたからいいかなとは思っておりますよ。いやー、フグテ君、これはまたいいお買い物をしたんじゃないかね。まあ、最近コメントで貧乏カスタムとはかけ離れてきたねなんて言われていますが、いや基本的にね、貧乏ですよ私は。あ、気持ちいいな。おい、お前ら、ありがとな。はい。あららら、やった、一ついいこと発見。発見っていうか、あの SR7 の場合ね、こうやって少し上下するとカタ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 鳴ってたんですけど、鳴らないわ。え、なんだろう、やっぱなんか締め付けとか取り付けだったのかな、よくわかんないですね。
いや、これは良かった。あー、やった、カタカタも解消したぞ。さあ、左の交差点左に曲がっていきます。さあ、ゆっくり曲がっていくと、おー、いいっすね。こっちか。さあ、加速していく。あー、でも、うん、やっぱね、一番気になるのが肩ですね。それ以外はもう全然何も気にならん。あー、はいはいはい、分かった分かった。いいないいな。何がいいなって、あのね、 SR6 結構この辺ゴツゴツしてるイメージがあるんですけど、ちょっとね、あの角度が緩やかにスーってこう出っ張ってきてるおかげかですね、こうやって脇を締めて運転するときにここにね肘が当たらないんですよ。だからなんか普通に、あー、あれっていう感じがしました。 SR7 の場合はどうしてもここが当たっちゃうので、ちょっとこう脇を開いてがっつりこういう風に運転してたっていうのがあったんですが、 SR6 はないな。あ、いいいい、あ、これいいですよ、めちゃくちゃいいですよ。このヘッドクリアランスってやつなんですかね、これもですね、あの正直 SR7 と比べたらめちゃくちゃ楽になったな。なんかね、前はなんか少しこうなってたのかな、角度ついてたのかな、ちょっと分かんないんですけど、あのすごくうんって首にもなんか負担がかかるなってイメージがあったんですが、ふとね今気づいたんですよ。おお、全然なんか気にならなくて、あ、いいなっていう感じがしました。よってやっぱり私の場合は SR6 にして大正解、東芝大正解みたいな感じなのかもしれません。いやー、よかった。はい、ということでこれからいろんな SR6 と一緒に、シビックさんと一緒に共にですね、たくさんドライブしたり走ったり貧乏カスタムしたり視聴者様に会いに行ったりとかしたいと思いますので、今後の SR6 のレビューもお楽しみください。どっかでね、うおーいいよいいよ、うおーとかって多分言ってるとは思いますので、いろいろとね一緒に楽しんでいきましょう。いやー、もう大赤字だけど仕方がない、もうこれは割り切ります。それではご視聴ありがとうございました。さあ、ということでお店を設置しても、この瞬間で全然違うのがすごいわかる。なんだこれは、すごい。いや、もうバッチリだわ。高確認、絶対高確認、全然よし。貧乏カスタム史上初諦めモード、自分の車なのに自分でカスタムしない竹千でございます。ちなみに吉本さんは昔阿房峠でちょっと走っていたにわか走り屋でございますね。キャンプがすごく好きで、今キャンプ道具にはまっていて散財している今日この頃、昔は180で矢別峠を走っていたと言っているそうです。あくまでも噂ですね。マスキングする理由って何ですか？ガンって引っ掛けて傷がつかない、傷がつかないわけですね。いわゆる補助的な役割を持っているそうですよ。傷つけていい？いや、いい、いい、よくないよ。いやいや、よくない。始まった。よくない。黙れ、コアッパ。ひとまずマスキングテープを貼ることができましたので、このような感じで、ほぼほぼヘッドライトを覆いかぶさった状態で、さらにこの辺のやつですね、傷つかないように
マスキングテープを貼っております。さあここからバンパー外しの方に向かっていく今日この頃なんですが、今回使う工具はどのような工具でやっていきますか？プラスドライバー、あとクリップ外すやつ、とプラスドライバー、もしかしたらマイナスもたまに使うかもしれません。と養生テープ、はい、タイヤ側の方に2箇所ネジ止めされているので、それを外すために使うみたいな感じでデモンストレーションいきましょう。片側2箇所、計4箇所あるという形で外していきます。こういった細かい作業に関しましては吉本さんが得意としているところでございます。ゆるゆる。さあ月さん、次はどちら行きますか？次は上のクリップでいいんじゃないですか？上のクリップ、上クリップからの下クリップです、はい、実はこのクリップがですねめちゃめちゃ多いんですよね。これ何個あるんだろうね、ゲームね。まずは1個、これはクリップ外しで簡単に外すことができますよ。2個目、バックツール。おっとここで来たぞ、自分だけ、自分さえ良ければそれでいいという次さんでございます。やばい、何個いったっけ？8個、7個、1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、上側は外れましたね、開けない、はい、駐車発見。寝てますね、寝てますね。パンパン。あ、で下クリップの方はこの下に潜ったところにありそうな勢いがございます。吉本さん、どの辺にあります？位置的に。あ、1、2、3、4、5、片側で5ってことは両側合わすと10個ぐらいあるっていう感じですかね、うん、それとこのネジ。あ、ネジもあるんだ、うん、なるほど。はい、じゃあお願いします。終わりました？まだだよ。まだ？作業場所ですとか環境によってはジャッキアップしてやった方がいいのかもしれませんが、まあ、それはやはりやりやすいようにやるっていう感じですね。今回はジャッキアップせずに外していったりつけていったりっていう挑戦をしてみたいと思います。クリップ投げたよこの人。あ、これか、10ミリですねこれ多分。工場長がね若干サボり気味なんですけど、あ、6じゃない。あとそっちの1個か。あれ、これ六角1本だけですか？こっちにもあるでしょ。こっちこれ、これ外して、それクリップ、これジャッキアップするということですかね。え、そのままなくなったか。ジャッキアップ推奨かもしれないですか？推奨ですね。なるほど。ああ、でも確かにそうだな。今私の車は純正のサスなので少し車高が上がってるんですけど、車高調や段差数入れてた場合は結構きついですね。もう下にダーンってやれば飛ぶ。これ角度が悪いですよ。汚れで剥がれついちゃった。あとここもある。入る。今からでも遅くない。今からでも遅くないですか？1、2、3、4、うん、これさ、よくあのクリップあるあるで、うん、1回ポッキリっていうのがあるじゃないですか、うん、そういうタイプじゃないか。分かんない。その可能性もありますよね、うん、怖い。怖いですね。おー、あ、外れた。外れた。1回ポッキリではない。ない。あー、よかったよかった。結構硬いです。硬いっすね。勇気がいります。頭の硬い方はさらにやりづらいんじゃないかなと思うけど。ねえ、じゃあ竹千代さん無理じゃん。無理ですよ、だからやらない。あ、そうか。こらこら。あとはもうスーッと取れますよ。一応ですか。抑えました、バッチ。おっと、取れた。おお、あ、ホームのこれ外さないの。僕と、なんだっけ、はい、フロントカメラの、あ、配線ですね。さあ、抜けました。バンパーがこのように、なんかどうにも切れましたね。あの、ドリッシャーみたいで、かっこいいじゃないですか。解散解散。やめてやめて、ちょ、帰んないで、帰んないで。内側のネジは計8本あります。おー、全部一瞬開けた。取れました。これがここの隙間に入ってで、下側にちょっと切り口があるから、はい、そこに引っかかってるから、はい、ここを上に持ち上げながら押すと、はい、外す。なるほど。それがもしかしたら 1、2、3、4、5、6、7、8、8箇所か。だ、これを外すだけでグリルがシポンって。ただあの、はい、
ナンバーの方にカメラがついてる場合は、はい、これのこういうところにクリップで配線が止まってるんで、はい、まずそれを先に外さないとダメです。ああ、なるほどですね。レッツパーディーみたいな感じでこうなります。結構ね、でかいんですよね。遊んでるしよ。ちょっと、ね、めったに、ね、私も見れる光景じゃないので、ちょっと面白いの発見してね。ここのなんかフレームみたいのあるじゃないですか。これ発泡スチロールなんですよ。パキッてやったらなんか終わりっぽいですね。あとこれがウィンドウォッシャーでしょ。でホーンがあって、ホーンの配線が入っているみたいな感じで、これがラジエーターだね。でラジエーターの下にここにちっちゃなまたラジエーターみたいのがあるじゃないですか。これが純正のインタークーラーが入ってるっていう感じなんですよね。なかなかね、面白いタイプですね。でこれがおそらく今度はセンシング。ヘッドライトの上に2つほどなんか変なのがついてると思うんですが、これがアイラインが固定されていた場所という感じでございますね。なんかっぽいね。うん、そんな気がする。こっちこれだけだ多分。外れた。一箇所だけです。今スピーさんがやっていただいているところ。そっちの方がやりやすそうするよ。で、おお。パキッといった。ああ。やろうと思えば爪というか指でもいけそうな気がします。指だと硬い。なかなか言いません。無理。痛い痛い。さよなら。さよなら。純正グリル。ありがとう2年間。2年半か。ようこそ新しいフロントグリル。開けるのもいつもそう。そうですね。開けるのも閉めるのもしまうのも吉本さん。多分つくと思うんだけどな。爪を引っかからないですね。長いんだ。長い。うんうん。スポットより抜けないように。あら、なるほど。左右非対称ですね、これ。絶対中間。うわー、来たな。この部分が短いと。ああ、なるほど。じゃあフロントグリル側ですね。内側がやっぱりそうなの。純正は全く一緒のあれですから。距離で今埋まったけど、カチンとはならない。簡単には取れないと思う。そうですね。うん、言わないですね。ガバガバです。ガバガバだ。こっちも今まで取るじゃん。あ、そうだ。これだ。ここで止まるから、はい、落ちることはないと。そうですね。行きましょう。イニシャル D でもいい言葉がありますよ。要するにガチャいいんだよ、ガチャ。要するに付き合いいんだよ、付き合い。隙間は埋まってるんで。はい。持ち上げ。こういう型はないと思う。ネジ穴がなかなか左右で合わないらしいんですよ。よってだいぶ苦戦していって、左右均等にやっていかないと、なんかおかしいな、うまくいかないなって。下手したらつかないんじゃないかなという懸念もあったりとかしますけども。しかし、人というものはプラス思考に考えることもできるゴリラでございますから、プラスに考えていろいろ試行錯誤していって、結局つくかっていう考えればいいなと、非常に思う今日この場合でございます。これもう全然5ミリぐらい手前で止めます。さあ、右が閉まれば左が閉まらない。これは人間で例えますと、どっちかを立てるとどっちかが立たない。これはね、穴開いてないよ、これ。穴開いてないもん。どうだ、穴が開いてない。ああ、壁がいる。じゃあこれも穴がちっちゃいか、途中で止まってるから。さあ、ここがね、工場長の出番ですね。こういうところがね、もうさっくりやってくれるから。おでにブリブリって出てきたりして。穴合ってないですね、全然。合ってない、穴も合ってないもん。おー、来た。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあこっちも、みんな。怖っ。R も合うのかな、心配なんだよ。リアについてる R は王者の証だぜ。角度違いますよね。うん。なんか合わない。いろいろ。うん、なんか違う。伸ばすのかな、これ。引っ張って伸ばさないといけない。伸びない。いやー、そこまでいかないでしょ。足りないですよね。うん。あれ、足りないだけかな。角度が違うから。センターが合ってない。そうすると、これが合わない。あー、これ、これ合わないんじゃないかな。ほら、合ってない。もう入らない。こっちは入る。
もうこんな距離あんだもん、すでに。そっちからはめていけばいいのかな。で、手で無理やりぐにゅって曲げながら。隙間がないよ、この入っていく。入んのか、これ。それが心配になってきた。味から入れていく作戦しかないですね。ガガッと。角度か。うわ、もうこれずれてる。ダメだ。あー、ダメだこれ。でもダメだよね。銃声削るわけにいかないもんな。そうですね。これが今、こっちが今入ってる。じゃあ全然ずれてる。こっち位置が違う。今両側入ってるんだよね。両側入ってます。で、押し込めば。でもこれじゃ押し込めないな。何かが引っかかってる。いや、もうここは当たってるもん。あっちに ここが真ん中なのに、こっち側の爪はこっち、ここが真ん中じゃん。これ。はいはいはい。ここが真ん中、はい、純正側の下に爪があるんだけど、それの真ん中がここなわけ。うん。ふと、もう、穴の端がここの爪に当たっちゃう。ああ。これ。ちょっとこのラインもちょっと、こっちに行き過ぎてる。入らないですね。入らない。そもそもこのこっちの押す側の爪が足りない、長さが足りないし、場所もずれてきてる。まずいなこれ。これまずいな。貧乏カスタム史上初諦めモードダメでしたっていうのをお知らせいたします。というのはなぜかと言いますと、こう合わせてみたんですが、残念ながらですね、真ん中の方をこれ見てください。隙間がめちゃめちゃ空いちゃってるんですよ。で、何やってもここが改善されず、サイドの方はきちんとこうやってはまったんですよね。で、原因としてはこのフロントグリル自体の R っていうんですかね、曲面の曲がるところなんです。これが全然合ってなくて、このように隙間が空いちゃいました。で、無理やり押し込んだりとかいろいろ試してはみたんですが、若干埋まるんですけど、もうあからさまに浮いてるな、なんか事故車っぽくねみたいな、そういう感じになってしまいましたので、個人的にはそれは好まないので、このグリルはもうおさらばという形になりますので、純正に戻します。よって今回の貧乏カスタム初の断念。めっちゃ悔しい。正直ね、この見た目すごく好きだったんですけど、やっぱりね、隙間が空いちゃうっていうのは非常に嫌だなとは思います。イメージ的にはこんな感じになる予定でございました。でもまあ、これも一つの勉強になったかなとは思います。吉本さん、つくさん、ありがとうございました。助かりました。お役に立てる。いえいえ、全然全然。爪の位置もずれて、そうね、もう完全に爪の位置とかも全てずれている状態で、これがまあ中華クオリティといいますか、ネットショッピングのあるあるなのかなとは思います。で、ちなみにですね、こちらのお値段の方なんですけど、18,500円で買ったやつでございます。よってですね、皆さんもグリル興味がある方いらっしゃいましたら、このように挫折して失敗するケースがあるということがありますので、十分にお気をつけくださいませ。いやー、めっちゃ悔しいわ。まあいいや。それではご視聴ありがとうございました。失敗。あ、皆さんもありがとうね、あの写真いっぱい撮って。いえいえ。ありました。もう諦めない。もしよかったらこれ欲しい人います？竹千代引き継ぐって書いちゃって渡しますけど。いないよね、いるわけないよね。天を翻して。
この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。はい、うちの工場長のつくしさんがね、実はブリッツのパワーコンを入れてるということで、はい、早速インプレさせてください。はい、はい、ではまず私が助手席からちょっと体験させていただきたいと思いますので、はい、お願いします。お願いします。後方確認、前方確認、左右全部よーし。あー、何を感じましたか今。ですね、スーっていう感覚はないですねなんだろう、やっぱりどっかのある回転数でドカーンっていうのが来るような感じですか。22,700-800ぐらい。そう、 HKS フラッシュエディターは確かにスーっていうのはあったんですけどスーがちょっとよくわかんないですスムーズっていうのかな、スワーっていくような感じ。対してパワコンの方は今の感じだとちょっとドカーンっていくような感じですかね。助手席でもだいぶわかるもんだな。菊池さん、パワコン入れてもうどれぐらい経つんですか。使い始めてから1年半ぐらい。フィーリングとか変わりました？いや、ブーストのかかりがよく、立ち上がりが早いのと、はい、おそらく 1.2 ぐらいなんで。おお。じゃあそれなりに。それなりに速くはなりましたね、純正よりかは。じゃあ 2でちょっと踏みますよ。はい、お願いします。ああ、うおー。6000までもありましたね。回転が落ちませんけど。落ちませんね。いつまで経っても入ってこないですね。確かにおっしゃる通り2500以上回ってくるとドッカーンってきますね。うわーっていうような感じ。じゃあ次は3で踏みますか。はい、3でちょっとかけます。1回。うわー、来た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 。だからなんか踏むポイントによってなんかかかりが違うような気がする、はい、確かに。ただやっぱ若干もたつき感がありますね、うん、いわゆるアクセルレスポンスに関してはちょっと悪い感じはするんですけどね。しますね、はい、お手頃価格なんでお安いんですか。お一足で中古でも2万しないんじゃないですか、ね、あ、そうなんですね。あでもやっぱその昔の車に慣れてる人でしたらこのドッカン系はたまらんっていうのは確かにありますね。アクセルの方は結構踏んだような感じ。なんかもうある一定からもうそれ以上踏んでも変わらないので、はい、うん、6割7割踏めばもう多分全開みたいな感じなんじゃないですかね。そうなんですか。 FK の特性上3000以上からもうダーってターボが効くような感じだと思うんで、そこにプラスアルファしてドカーンってきてるような感じで、しかもあのパワコンの方はリミッター解除もされてるっていう感じなんですかね。リミッターはがっつり効きますよ。効きますか。回転数のリミッター的な感じはどうなんですかね。もうきっちり純正と一緒ですね。それ。あ、本当ですか。多分6500でブーブーブーってなっちゃう、レベルリミット。はいはい。私がなぜこのパワコンのインプレを始めたかっていうと、はい、実は視聴者さんのコメントのリクエストをいただいたんですよ。へ、はい、あの HKS フラッシュエディター入れた時に、はい、パワコンの方もインプレお願いしますっていうのが来まして、あ、ちょうどつけてたんですね。僕はタイムリーにいらっしゃったんで、本当コメントありがとうございます。ありがとうございます、はい、人類にとっては1、うわー1 1とか言ってもう一言で言うとグワッゴン、はい、グワッですね。その一言で過ぎますね。高回転を維持していれば、はい、いいのかなっていう感じです、ね、ああ、なるほど。あからさまに回転を落とすのではなく、ある一定の回転数を維持して高回転でバッて回すと楽しいよみたいな。そうですね、はいはい。ただ決してパワコンも悪い機能ではないなっていうのは個人的には思います、ね、悪くはないと思いますよ、はい、結構好きですよ。全然いいですよね、このお値段で、はい、この感じならいいなと思いますけどね。全然いいと思います。だからなんだかな、 ECU ってやっぱ高いじゃないですか。高いですよね、はい、なそれの半値以下で抑えたい、こんぐらいのフィーリングが出ればいいやと思ったらパワコンとかでも十分ですね。こういうあたりとか朝組んでます今、はい、全然来ないですよ。あ、来ないですね。あ、やっぱ踏まないとダメ、ね、NA エンジンですよこれ
ちょっと踏み込むとこ来ますけど、ね、ああ本当だ、おお来た来た、ヒーロード2、まあ、純正で物足りなさを感じるのであれば、このパワコンでもやっぱ十分、全然十分ですよ、十分ですね。ただ燃費ガタ落ちしそうな気がするな、今の分回し方今 12.8 ですけど、竹千代さんの乗り方だったら 12.0 まで落ちるか今 HKS で 13.4 なんですよ。あ、そんなに差はないとは思いますけど、でもなんかこれつけてそんなにガタ落ちしたなっていうイメージはないんですよね。ああそうなんですね。ということはまあつけたとしても一気に燃費がなんか10以下になるってことはまずなさそうな気がしますね。そうだよな、だからパワコンで例えばまあ山道とかちょっとアクセル踏みたいなと思うときはガッコンってくるし、はい、で普通の街乗りのときは純正と変わらないっていう感じだから、変わらないです。これはまた使い勝手がある意味いいかもしれないですね、はい、フラッシュエディターの方はオンにしていてもスーって加速していくじゃないですか街乗りだとすぐ車に追いついちゃうんですよ。あ、だからねもう極力速度が遅いときはもうイーコンモードにしてます。イーコンだとどうなるんですか、純正のイーコンモードと一緒。そうですね、それにちょっと味付けされたなっていう感覚がするんで、特にあの我々ですとあのカン7とかカンパチあるじゃないですか、はい、あの辺走ってるとイーコンでもまだ十分いけるなっていう感じ。まあ ECU をチューニングするかパワコンをするかっていうね、悩んでる方もいらっしゃるとは思うんですが、はい、まあ、お安く済ませたいんだったらパワコンでも十分だなっていうのはおすすめですよ。パワコンおすすめですか、本当に。ちなみにお値段の方は新品で買うといくらぐらい。値段は新品でちょっとよく覚えてないんですけど、はい、新品で買ってないんでまあ大体これぐらいですよっていうのはこちらです。この辺に、はい、この辺に出てるんですか。この辺に出てます、ピコッつってこの辺に出てるんですか。そう、ここに出しますか、ここに。中古相場が17,000〜18,000〜9,000円とか、だいぶまあリーズナブル。そうですね、でも今上がりましたよ前、はい、ほんと1年ぐらい前は16,000円とか、はいはいはい、もう記憶はありますけどね。物価上昇に伴うなんちゃらってやつだと思います。あ、じゃあ今日は送っていただいてありがとうございます。はい、駅どっちですか。駅はあの畑を中に寝そべれてもらえれば。あ、わかりました、ずっと寝ててください。はい、そうしました、ありがとうございました、どうも深すぎないですか、これ。だらけて乗りたいんですよ、人生堕落してますからね。あ、懐かしい純正のこのタワーシートがなんか嫌味に聞こえるな。いや、嫌味じゃないですよ。あ、こっちラインが電動嫌味に嫌味じゃない、嫌味じゃない、一つ一つが。行きますよ、今度は私が運転させていただきます。はい、レッツラゴー。さあ、どういう風な感覚になる。俺やんないんすか。え、あ、そうだ、俺やんないっすけど。やってください、俺やんないっすけど。せーの、はい、後方確認、前方確認、左右電部、よーし。横はイチョウ並木しかないです恥ずかしかった。はい、行きます。誰かさんと一緒で恥ずかしいんです。そう、恥ずかしいんですよね。お願いします。あ、あ、あ、やっぱ純正 ECU ってあ、す、重い感じですか。重いっす。 もたつくというか、なんだろう、アクセル、やっぱアクセルレスポンスの差が出ますね。ただやっぱり2500回ってくるとボワーって効いてくるような感じだから、なかなか面白い感じです。おお、これが純正なのかって純正 ECU ってこんな感じだったっけ。なんかこの車になると純正を、はい、純正をいじりますよね、よくね。いや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 、だって純正ばっかりじゃないですか。静かな車だなとかシートとか、はい、いろいろね違いますけど、はい、やっぱ昔懐かしき純正の時の良さを思い出すっていうことで、そのために僕は純正を保ちますよ。お願いしますといってはね、つくい号のスペックでも多少変わってるじゃないですか。そうですか。はい、まあ、あとでちょっと気になると思うんで紹介しますね。はい、どうぞ。パワコン効かないですね。効かないですよ効くわけないじゃないですか。
あと1個上げたらガタガタ言うところでしたよ。じゃあ行きます。はい、分回します。お願いします。あれ、何があれですか。なんか思ったほどどっかん来なかった。あれかな、なんかね、高回転を維持してると、はい、分かりにくくなるかもしれない。そうですね、あれなんかイメージ的にもっとゴーってくるかなと思ったんですけど、もうここから踏んでいけばなると思いますか。あれあれ壊れちゃったかな。そんなはずはない。いやでも確かに、ね、ブーストはかかってるのは実感できるんですけど、はい、あれなんで助手席となんか違うな。あれアクセルの踏み方が違うのかな。踏み方が違うんですかね。あとはやっぱりフラッシュエディター慣れもあるのかもしれない。あトルクの差が少し出てるのかもしれないですね。あれですか、パワーコ入れるとトルクも少し上がるような感じですか。いやーブーストかかるまでは変わらないと思いますけど。そうですか、すみません3速でもう1回いきますよ。あ確かに3000超えてくるとゴワーっていうのは来ますね。来るけど、あごめんなさい、これ正直な感想言っていいですか。はい、フラッシュエディターの方がパワー出てるかもしれない。当たり前じゃないですか。それの慣れがあるからかな。これが違いますか。これ違いますかね。多分そうだな。いや皆さんちょっとね、私の個人的な感想であれなんですけど、はい、助手席と運転席で実際に運転すると変わりますね。違うわ。違います。違います。あとなんか、はい、戻して振った回転の位置でブーストのかかり方が違う時あります、ね、あ純正と比べたら確かにパワーは出てると思います。そうですね、はい、それは実感できますね。だから本当に純正プラスアルファで楽しみたい方向けなのかな。そうです、そうです、はい。あはいはいはい、ちょっとすごく細かく体全体で感じるとわーってきてるなっていうのは確かにあります、はい、これが一番お手頃なブーストアップパーツですよ、ね、はい。昔の180とかシルビアとかの、はい、あのすごいジャジャ馬感ってあったじゃないですか、ええ、あれをイメージされてるとそのまま走るといやそこまでないなっていうのは実感が感想としてはあるんですが、あ燃費が落ちました。0.1 ですよ。気にして乗ってませんから僕。同じですね、はい、ガソリンなくなったらとりあえず入れればいいやみたいな。多分こういう車乗って燃費を気にしながら走りを楽しみたいっていうの両立はちょっと難しいんじゃないかなと思います。難しいですよね。だからどうせもうこういう車乗るんだったら燃費気にしないで楽しく走った方がいいみたいなね、はい、だそれの一つの手段としてパワーコン入れるっていうのがそうですありかもしれないですね。あー25から3に行くときにいきなり、はい、おー来たかってボーッとかつってそうなんです、なんか反応してくれますね。いいこの全開、雪道走ってるみたいなんですか。ブーストかかってないですよね。あんまり若干かかってますよ。抑えられちゃってますよね。抑えられてます。だいぶ今イコン切って2速のさっきと同じ前回、あやっぱかかり全然違いますね。ハーフスロットで、はい、お願いします。はい、あアクセル半分だと確かにパワコンの機能は機能してないのか。機能しないですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの率直な感想を申し上げていいですか、はい、あれって感じしました。あれ、うん、パワコンでぶん回してやっぱりゴーンってくるかなって予想してたんですけど、はい、思ったほど個人的にですよ、はい、あのそういう実感がなかったんですけども、これはですね一つ理由がございます、はい、やっぱりフラッシュエディターで慣れちゃってるっていうのがあります。それだけやっぱパワーの差が少し若干出たのかもしれないな。コンマ2の違いですかね。多分ほんと誤差なんですけど、あとやっぱトルク系もがっつり効いてるんで、そうなんですよ。だからブーンってスムーズにいくって言ったじゃないですか、そこのスムーズさにも全部いろんなものがトータルバランス乗っかっちゃってるんで、うん、それでガッて感じてたのがあったんです
で対してパーコンの方は、はい、おっしゃる通りある回転数からグワッてくるので、そこからの高回転域はもうすごく抜群にブワッてくるなっていう感じがしました、うん、はい、すいません、はい、いや、なんで謝ってるんですか。おすすめじゃないですか。でも、いや、でもおすすめですよ本当にあのもし HK数フラッシュエディターとかホンダアタが高いよって思う方はですね、はい、パワコンでも十分にぜひ活躍できると思うので、参考までに、はい、何かの参考になれば、何かの参考でお願いします、はい、っていう感じですね、はい、なかなかいいと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、お借りはちゃになります。自分の車なんだけどな。そうですね、あの駅はあっちの畑の方になってます。ありました、ありがとうございました。はい、寝そべっていただきます。すいません、はい、お疲れ様でした。さあ行こうか。せっかくなんで、はい、つくしさんのお車の仕様をお伺いしたいんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、まずいじってるところってパワコン以外にあったりします？ブリッツの車高調、うん、はい、レジェンドのブレーキ、あとホイール変えてるぐらいですか、はい、FK8 のマフラー忘れてた言ってましたね、はい、ちょっと塗装しちゃってるやつ。そうです、ね、吸気の方は、吸気はスプーンのフィルターだけです、はい、ノーマル形状の、はいはい、だほぼほぼ、まあ、ライトチューンのちょっと下ぐらいのイメージですよね、はい、 そうです、まあ、それでもやっぱりパワーコン一つでガッて変わるっていうのはいいと思いますし、あとね、はい、そのレジェンドのブレーキって今言ったじゃないですか、これの効きやばいですね。いいですよね、めちゃくちゃいいです。お買い得ですよ。お買い得ですか、はいはい、お買い得だと思います。車外の買うよりはいくらぐらいするんですか。中古ですごく安く揃えたんちゃったんで、あ、レジェンドの純正のブレーキ式っていう感じでいいんですかね。そうですね、だとすると多分数万円台でまずそれを手に入れられると、はい、でとあるショップがあって、そこでオーバーホールとか全部してくれるんですよね。でそれをやったらまあ10万以上いっちゃいますけども、それでも普通に新品で買うより全然、ね、はい、車外の買ったら20万30万いっちゃいますもん。しますよね、多分それも下手したら半値ぐらいで買えちゃうんですよね。そうですね、ディスクローターとブラケットとキャリパーと全部揃えても多分10万、うん、安く済めば10万円そうですよね、行くか行かないか。それがね、このブレーキの効きがめちゃくちゃいいんですよ。本当にブレーキペダルをちょっと踏むだけでもクククッと思ってくれるんで、はい、多分私の純正のブレーキあるじゃないですかあれで踏むとカッコンってね急に止まるので、あのつもりで踏んじゃうと。もうよくやりました。実はね、つくしさんのお車何度か乗せてもらってることがあるんで、もうそれ意識して走ってたんですけど、本当初見はガクンっていう感じで。そうなんですよ。だからこのレジェンドのブレーキはめちゃくちゃいいなと思ってるんで、はい、あの今度私もいつか行っちゃいますか。行っちゃいます。行っちゃいたいです。仲間が増えた、はい、そしたらもう完璧な仕様になる、ね、そうですね、いい感じですよね。で外見の方もなかなかいい感じでブラックに仕上がってるなって、はい、悪い車になってますよね。そうですか、はい、特にテールランプとかも、はい、テール黒くしました。はい、あとなんかね本当に悪い車ですね悪いとは言わないでくださいいいお車ですね。ゴキブリみたいな車ですそこまでは言ってないですけど、はい、まあ、いい感じの仕上がってる車じゃないかなとは思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとしたプチ愛車紹介でございますからね、はい、まあ、工場長、まあ、今後ともまた取り付けもあると思うんで、はい、以後お見知りおきを、よろしくお願いします。工場長のつくいさん、もといつくさんでございますお願いします。はい、はい、終わりです。はい、お帰りはちょっと2回何回帰らせるこの動画は低クオリティ低画質でお送りしますはい、今日使う工具はこれ。はい、今日使う工具はい、今日使う工具はこちらになります。プラスチックのヘラと霧吹き。はい、まずですね、水を濡らしますよ。はい、これ濡らして、よいしょ。こちらのやるところを、このミラーですね、これをね、まずきれいにしなきゃいけますね。吹きして。ブルーミラーのフィルム1280円 Amazon。 R が右、 L が左、レフト、ライト。イメージはこんな感じ。霧吹きでシュッシュッとミラーの方をかけていきます。でここはですね、中性洗剤入っております。こっちにも霧吹きしちゃっていきます。こっからこのままベタっと貼っちゃいますよ。
流しかな。あ、でね、水取るときね、こうやって外側に向けて取っていくような感じで、ちょっとね、力は入れません。ふわっていう感じ。今回ミラーの場合は平らになっているので、この水滴取りはね、比較的楽でございます。ちょっとこう歪んでいたりとか、曲面描いてるとなかなか水滴が取れなかったりするので、なかなか難しいかなっていう勢いがあります。なので今ね、ほとんど力を入れてない状態ですね。ただね、中腰になってるからね、ちょっと痛いかなっていう感じ。まあね、私こんな感じでやってるんですよ。そう、何度お前ブルーミラーというかブルーフィルムを貼るんだよって思うじゃないですか。実はですね、夜こっからね、後ろの車のビームとかがめちゃめちゃ眩しくて嫌だなと思っていた時に、たまたまアマゾンで売ってたんですよ。で、車種専用で FK7 専用のフィルムが1280円ぐらいだったかな、1500円以内で買えたので、ちょっと試しにつけてみようっつってね、今つけてるんですけど、これだいぶ良さそうなね、気がしてきました。ずれてるすいません、反省しました。これこっちにやれよみたいな話でした、ね、おお、そうか、そうできるんだ、この方が。正面から見るとすっごいずれてるいいね、これ竹長が映ってるよ、そこによし、やるぞ。やるときはね、ちょっと多めに塗っておいた方がひらっとね、いくので、ね、なかなかいいんですけど、やすぞ、笑うなよし、もういいや、こんな感じ、いい感じ、いい感じ、超いい感じ。全集中、あ、黙ります。お、いい、どうよ、いいね、どうすか、完璧じゃないですか。てか、すごいっすね、ビタビタじゃないですか。ビタビタでしょ、ビタビタっす。これ座ってみます。はい、座ってみます。で、一回閉めるよ。閉めます。はい、青いな、でもかっこいい。これ確かに後ろからヘッドライトが来た時にどうなんですかね、うん、見やすくなってるんですかね。やっぱり比較なんですけど、これライト今当てますね。これがですね、フィルムを貼ってないタイプのやつですね。こんな感じで見えます。まあちょっと眩しいなっていう勢いはあると思うんですよね。ああ、カメラだとこの映ってるこの輪っかが広いか狭いか、うん、ああなるほどね、で多分わかる。だから拡散してるかしてないかの若干の差が出てるかもしれないってことですね。これ、はい、こっちは X になってる、さっきの輪っかだったっす。ああ、じゃあまあやっぱ若干軽減してるんじゃないかなっていう感じですね。で、ちなみにこれフィルムだけですので、特にワイド化してるっていうのはございません。あー、なるほどね。ちょっと初見の慣れは必要かもしれませんが、慣れちゃえばどってことないなっていうイメージはございます。あ、いいんじゃないですか、これ全然いいよ。はい、ということでですね、こちらのブルーフィルムの方なんですけども、実はね、こちら1280円で Amazon で買いました。なので概要欄の方に一応リンクを貼っておきますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら、こちら貼っていただくといいのかもしれませんよ。まあ、何かの参考になればいいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。